北野誠の世紀の雑談パート47。北野誠でございます。よろしくお願いします。そして、今回の雑談相手はですね、11回目の登場になります。もうそんななりますか。そう、約4回に1回ぐらい出てるってことなんかな。はい、三浦淳さんです。はい、もうTBS の近くに住むことにしました。三浦と申します。よろしくお願いします。はい、三浦淳さんと、これで KBS 京都がね、開局50周年特番で、いわゆるスライドショーと言って。やりましたね。はいはい。懐かしい。いや、僕ね、初めての舞台で客の上で三浦淳さんと一緒になって、意外と上がってはったんですよ、最初。あ、初めね。ええー。リスナーからもね、上がってはりましたかっていう、メールが来てました。大きい事件ありまして、実は。うちはおかんが来とったっていうことが、ものすごく大きい事件で。もう、初め、掴みにくい状態で。気持ち的に掴みにくかったんや。地元でしたから。おかん来てました。おかん来てた。ほんで、その前に、スライドショーっていうので、伊藤聖子とやった武道館は、検討してくれと言ったんですよ。やりにくいから、ぜひとも検討してくれと。でも、息子はそんな頑張って、ってる時になお母親が見に行かへんちゅうのもな、義理に書くと、誰の義理やと、いや俺の義理はええからって言って、それはもう偉い。おかんは日本武道館ってことはちょっともうドキドキしたでしょうね。日本っていうところに来たみたいな、武道館はよう知らんかったみたいけど、日本っていうところに、そんな大きいグローバルな見地でやってるっていうのは、一応親が参加せえへんのも、で挨拶もせなあかんから皆さんにって、誰にすんねんと、8000何人のところに一人一人挨拶つもりで行きたいとか言ってたから、これだけは検討してくれ言ったけども、京都のそれはええやろと、次KBS 京都、はい、地元やし、私最近足に水が溜まって痛いんやと、はい、そうやったらけえへんのやのに痛いんやけども、押してまで行きたいんやと、足水溜まってんやったらまあええやろと、そんなにも動き回らへんやろと思って楽屋にも元気だったですもんね。楽屋は絶対来んなと、それで押したんや、小学校の時の府警参観のように、はい、俺は京都の三浦家の家にいる純ちゃんと違うから、はい、楽屋にいる時はもうワイルドな俺やったりするから、二面性があるから見んといてくれということであったんやけども、マロさんと二人で入っていったんや、後ろからね、後ろから入っていったんや、観客の後ろから、はい、大体650人ぐらい来てありましたからね、はい、当日もうすぐうちのおばはんのパーマを見つけ後ろから入ったんですけどもう後ろからちょっとライト当たった時にうちのおばはんのパーマを見つけた、はい、もうその時にもう持ってるプレートがもうこう震えるぐらいな思いをしてだからね、はいはい、うちの俺のやってるグーのフリーメールにリスナーがね、何人かからこうメールが来たんです、感想が、はいはい、で三浦淳さんの、この正義の雑談も当然聞いてますよ、みんな。はいはい。ね、時に比べたら、えらい早いし、早口やし、なんか焦ったあれで喋ってて。いや、まあ、とりあえず早終わりたいと。おかんがおるから。いや、おかんおっても2時間はやらなかった。いつまでやんのかなと思ったぐらい、出だしはもうずっとおかんが、割と視力弱い方なんですけども、それ上にサングラスもかけておらすんで、はい、かなり見えへん方やないけども、スポットライトが当たったようにおかんがもう、浮き出してたから。前の方におった、前の方にいましたね。あれなんで母親ってな、はい、後ろに行けへんねやろな。その近畿放送の人が気を使ってくれはったんでしょうね、はい、一番見えるとこに、はいはい、昨日の晩も一緒にすき焼き食うてるよね、ものすごい前の場が来てて、至近距離で食うてんのにもうそこまで見たくなかったけどもそうだね、はい、まあ KBS 京都開局50周年記念でしたからね、はい、まあ、三浦淳ちゃんも京都にね、凱旋ということで、凱旋記号っていうことなんですけど、ねまあ、おかんとこ結構出る。そうなんです。家族で。でちゃんとほら、今、親孝行プレイが僕ブームやから、はい、ちゃんとやらなあかんと思って、親孝行プレイやと思って、もうベンチャラも言うたり、はい、おかんちょっと、なんか感じわかなったんちゃうとか、盛り上げたりして、はいはい、前にワンステージ終えてるわけですよ、家で。家でね。家で。それやのに、また一番前におんのかと。で、俺、はじめ、
真子さんと座ってる位置がえらい近かったもんで、はいはい、ものすごくそんな近くで喋ったこともないやん。まあまあないから、ね。ラジオだってちょっと距離あるでしょ。ああ、もう彼、手が伸ばすはね、届きますから。なんでやねんって言うと、はい、ですから。言いましたから、はいはい。だからもう初めの20分間か30分間ぐらいは、うちのおかんとトークしてたみたいな感じだったんですよね。そうだよ。だからぎこちない。ほんで焦ってたんや。ああやってたわけじゃなくて、ぎこちないっていう感じです、ね。そう。ぎこちない。途中からね、割と普通になってきたけど、なんか最初ね、えらい早く。いつもに比べたら何ですか、テンション高いな、舞台ではやっぱり違うんやな。いやおかんやったんや。おかんが言いましたね。おかんの、おかんに見せしょうっていうことで。ああ、なるほど。俺の親孝行に、まこさんも、KBS も付き合ってくれたっていうことで、感謝しております。ありがとうございました。おかんに見せたんや。最初の30分はほんまテンション高いから、いや、だんだん上げていくっていうパターンやから、いつも何時かやった時はね。だから、珍しいぐらいテンション高いな。いや、僕の方がもう結構テンション高くて、張り切っとかな、マガさんの口からチンポとか出てくるとね、はい、まずいわけですよ。うちのおかんの前でそんな単語を発したこともないのに、それをマイクを通して言うてる息子を悲しむんじゃないかと思って。ということはもう一本クソの話なんかは、もうおかんからしたら、まああれ後半でしたからね。もう1時間15分ぐらい経った時でしたから、一本クソの話は、はいはい。あれはもう全然 OK ですか、おかん的には。あれはもうおかんも。もう多分、最初の20分か30分ぐらいでしょ、聞き取れてんのは、おかんは。もうあとはぼーっとしてきてるやろうか。もう大丈夫やったと思う。大丈夫ですか、はい。もう、はい、前の晩からすき焼き食うてたんや、一家で。もうこの競技場の時代に、一家で。一家で。一家ですき焼き食うて、もう親子で。どっか行った、家で食った。前の日乗りして。前の日。ちゃんと家行って、家の、今で。すき焼き食うて。はい。で、一人で帰ってますんで。はいはい。もう集中攻撃ですよ。はい。話題は俺ですから、はいはい、もうテレビつけたいんだけどもうつけささへんし、はいはい、コントローラーも今の端の方にスーッと捨てたように置いてあるから。でも親父と、はい、おかんと、はい、あんたと、はいはい、でまあ最近どうやねん、どれぐらい儲かってんやと、はいはい、そういう話になるじゃないですか。まあ、なりますよ当然ね。で俺最近ちょっと新親孝行術って本書いたんですが、はい、最近もうやっぱりそう言われた時に正直な話したらあかんってことに気がつきましたね。ほうほう。普通嫁はんとかいると、はい、大きい出たりすると嫁はんが何を言うてんねん、大きいこと言うてそんなことないんですよお父さんとか逆にツッコミを入れよるんです、はい、はいはいはい、一人で行ってる時は5億とか言うてますからそんなんかとか、税金大変やろとか、そういうことで、もう一応ほら、喜ばすだけ喜ばしといて、極楽浄土に送ってあげようっていうのが。ああ、もう法然さんの世界で、ね。はい、使命ですから。はあ。いや、割とね、最近ね、うちのね、親戚のおばちゃんも亡くなったりとかして、はい、あったりとかして、ね、まあ割と、俺とか純ちゃんぐらいの世代の、父母ってもう70前後が多いじゃないですか。はい、だから、意外と亡くなる方多いんで、はい、そうそう、俺もちょっと、おかんに親孝行してかなあかんかなと思ってしましたね。高校ってこれちょっと割と善意でやったりする場合あるでしょ、うん、善意と思い込みがちじゃないですか、はいはい、でみんなも偉いなとか言われたりするから、はいはい、日本に緊張するということで、はい、SM プレイのプレイを取りまして親孝行プレイという名付けまして、はい、あ俺は今プレイやってんやっていう軽い気持ちで、はい、おかんに昔話聞いたり、はい、親父にわざと説教を受けるようなふりをしてみたりして喜んでもろうて、はいはい、口座温めてそうそれでほなさいなら言うて死んでもらおうっていう作戦なんですよ俺は。なるほど、はい、いやあれはだからね、やっぱほなね、うちの親戚のおばちゃんが亡くなった時も、うん、まあ一応顔たまたま大阪ロケでやってたんで、うん、まあ夜は言うて、うん、まあお通夜の晩に仮通夜の晩かな、はいはい、親戚だけ集まって、はい、もううちのおかんがもうリーダーシップでしたね。はいはい、やっぱりダミ声のやっぱりの笑福亭系の笑福亭系のダミ声があって、うん、でうちのおかんがリーダーシップ取って、うん、でもうくだらんことですけども、その通夜の、うん、どういうものがいんねんっていうのをうちの姉ちゃんと親戚の姉ちゃんたちに、うん、あんたらが受け継いでいくもんやからって言って、うんうんうん、お通夜の仕切り方を伝授。伝授。はいはいはい。で、だから、例えば、まあ、明日は近所の人が集まって、これぐらいの人数来るやろと。うん、で、その時に何を用意したらええねんとか、うん、で昔みたいにもう煮しめたくのはやめて、うん、だからもう、ね、お寿司とかを、はいはい、まあ、波でええんかな、ここは上握りだ。これは上上握りを、ルール。まあ、30人前ぐらい頼んどいて、はいはい、ああ、これは豪気やと、30人前上握りとか、はいはいはい。で、それに、まあ、ビールの店もおったら、はいはい、近所の酒屋さんから、はい、もう今やったら、もう瓶ビールももうね、こけやすい。
いし、はいはいはい、噛んでええんちゃうかと。はいはい。まあ、お通夜の前やから、正座してたりして、足しびれたりして、こかすやつおるから、ビールを。ビールを。はい、なあ、もうそれはもう、お通夜の晩は、缶ビールでええんちゃうかと。はいはいはい、っていう話で、まあ、缶ビールをじゃあ、50本ぐらい買おうと。缶ビールは朝日とか、こう、札幌とか、銘柄はない。それもね、もめんねん。何のビールが。コロンという感じが、もう、コロンといった感じがするから、やっぱりそれは、縁起が悪いとこないの。それは大丈夫なんですよ。いや、だからそこはね、うん、まあ、キリンと、キリンが。で、それ、うちのお母ちゃん、キリンでええんちゃうか、うん、って言ったら、年配の人多いし、って言ったら、うん、うちの姉ちゃんが、スーパードライの切れ味のええ人もおるよ、って言って、もおるよ、って。うちの旦那のスーパードライ好きやねんな。だからスーパードライもレパクラとか言うて、はいはい、50ケースぐらい、50本ぐらい買っとこうと。はいはい、ロングか普通か。はい、それは大きいね、それは。それはもう、やっぱり、もう、今やっても普通でええんちゃうか。たまってきたし、あんまりロングでグビグビ飲むしもおらんやろ、と。いいですから。また誰かのおばちゃんが、日本酒はどうや？そうやね。ああ、日本酒どうもいますからね。うん。うん、でもそんな業さんな、うん、おちょこがないって言ったら、うちのおかんが、はい、おちょこはいらんねや！おちょこじゃん。なんで？おつやの晩、おちょこっちゃめでた時に飲むもんなんや、日本酒は。なるほど。あれはな、食い飲みで飲むんやねん。湯飲みでええんや。おう。ピシッ。ピシッできた。ピシッ。おう。親戚じゃ、はっはっは。あ、そんなんや、おちょこ。ほんなら、おちょこっちゅうのは日本酒で、熱燗で縁起のええ時に飲む。はいはい、そうやね。大概そう。おつやの晩っていうのは悲しい時やから、うん、あれは湯飲み茶碗に冷や酒入れてぐい飲みで飲むんやって。はい、それは、ピシッ。そこだけお前譲れへんかって。はい、でも熱燗好きやと思うんじゃん、はい。それはええや熱燗はいいの。もう冷やで。冷やで冷やで行くもんや。おつやの晩は。昔からの伝統や。伝統かなと思いながら。ピシッとしきって。はいはい、その後女、お茶はどうしようと。はいはい、はい。俺はもう口出して、もうこだわって、もうその、いちいち沸かしたら面倒くさいから、うん、ペットボトル買ってきたらええかな、こんなに2リットルのやつ。うん、って言って、うん、何のお茶ないかな、って言うから、うん、なんかウーロン茶でええかな、って言ったら、うん、一人のおばちゃん、うちの姉ちゃん、うん、姉ちゃんが、うん、私は刀剣美茶がええ。うん。まあ、銘柄あるからね、いろいろね。ほんなら、好き嫌い。ほんなら、うちの姉ちゃんが、うん、多いお茶がええな。あ、俺は生茶がいいな。やろ、いろいろあるわ。ほんなら、適当に、って言うたら、俺が言うたよ。適当で5本ぐらいこうって言ったらええかなって言ったら、うん、適当はあかん。なんすよね。って言うて、お世話の番やからね。お世話ってやっていいから、適当に買ってきたら、うん、買いに行くやつのセンスが問われるっていう話。ああ、なるほど、はいはい。ちゃんと書いてる方がええんや、とお母さん言うから。うん、で、総研見たら、難しいやんか。どう書くか。これで一筋揉めたよ。俺がもう片柄で。総研見たら、美しいちゃんと書いて。はいはいはい。もう総研は片柄でええがな。はいはいはい。そんなことで揉めてましたね。ああ、なるほど、ね。なんか時が止まったような時を過ごしてたと思いましたね、俺は。なるほどね。ああ。でももうほとんどもう、そこ、居酒屋になるような感じの会話やね。死んだ人をほったらかしにして。死んだ人を魚に。魚に。ちょっとつまみながら。みんなでなんかこう、死んだ人を囲みながら、死んだ人をないがしろにしつつ、なるほど。ワイのワインで言ってましたね。生きがええ時の話とかね。そう。死んだ人もね、もうこんなピクピクしたかったのになったら、そう言いながら。そう言いながら、みんなでそういうこと、わーわー言うて、あれほんまね、古典落語の世界ですよ。お通夜の晩っていうのはもう、古典落語の世界を、そのまんま昔の人がこう再現してはるという。いわゆる、リアル落語みたいなところですね。はいはいはい、横で聞いたらな、あれは。うん、ああ、わかるわ。おかんとかうるさいもんな。あの、まだのとこは来えへんの、そういうおかんが見に来たり。ちょっと見に来たり。ステージママやがな、うち。うどん、ステージママだよ、もともと来ない。そうなんや。金魚ども来てたあれ、ひょっとして。いや、来てない。あの時は来てなかったんやけど、その次の日かな。KBS 京都で、撮ったやん、振りを。うん。まあ、近所のおばちゃんが KBS 京都のファンで、ようラジオ聞いてはって、なんか、まこっちゃんがまたなんか、今度、それ、オンエアされるらしいで。で、オンエアの日はいつやっていう電話かかってきて、早速、次の日のもう朝には。で、よ、俺オンエアする日知らんからさ、マネージャーに聞いとくわ、言うて、聞いてまた教えたんや。でも、出んのってものも10分か15分やな、あれ。使われへんやん。うん。もう使えへんな。スライドショーやし。はいはいはい。スライド見てなかったら分からんちゅうね。そうや。オンエアしても。もともと、画像を見せて喋ってるから、そう。ラジオでオンエアしても、そうかなぁとは思ったけど。スライドの画像がね、うん。なければ分からないんですけども、あれをだから、うん、それをどうしても聞くって言って。あ、聞いたい。聞くとは。聞いたい。でも、今度よかったら、もう産経とかで来るもん。あ、そう。厚生年金大ホールも来てたもん。あ、来てんねや。うん、イベントやったけど来てた。来てるのは、もう初めから知ってるとか、うん、もう、なんか予兆がするとか。いやいや、もう、まあらかじめ電話があって、席取っててくれって言われて。あ、うん、あ、はい。で、バスの地図書いて、はいはい、行き方も書いて。楽屋にも来はると。いや、楽屋は俺もさすが最近ね。最近っていうことは、前はたまたま。いや、一番困るのは。気をつけ女のように、たびたび。たびたび。下手したら打ち上げにも来ようかという勢いだね。はいはいはい。でも一番、うちのおかんで一番困るのは、まあまあもう、老後の楽しみやからええねんけど、南光さん独演会を俺の代わりに行ってるとか。あ、代わりに。代わりに。
ね、髪の毛染めて。いや、代わりって髪の毛染めたらせえねんけど、代わりして。あの、誠の母ですと言って入っていって、はいはい、楽屋見舞いを置いて帰って、はいはい、南光さんの大何回の独演会やったら、はい、センスと押し、手ぬぐいやな。あ、持ってきはんや。持ってきはん。はいはいはい。うちに貼ったるわ。大何回の。演技がええもんやから、ね。演技がええもんやからね、落語が。そうそう、上沼恵美子さんに誠の母ですと言って、ワイン置いて帰ったりとか。はは、一応俺の名代として、はいはいはい、あの関西お笑い会の、はい、あの俺が行けないイベントには数多く参加してあるから、はい、ああもう影武者のように、はいはい、はいはい、赤人ディナーショーがあれば行き、上沼恵美子あの、ね、ワンマンショーがあれば行き、南光独演会も行き、はいはい、して皆さんのとこに行って、はい、誠の母ですというのを強調して、はい、差し入れを置いて帰るという、ああ、はい、それは、ね、周りでは嫌われてたりはしないんですか、大丈夫ですか、評判が良かったり、良くはないね、良くはない、良くもないけど悪くもないね、あ、悪くもない、うん、うん、何回も聞いたらちょっと向こうも相手するのめんどくさいからなと、はいはいはい、大スポンサー筋でもないからね、はいはい、そうやね、はいはいはい、 ねえ、朝日ビールの社長をのかして高木さんと挨拶してたから高木さんのなんかディナーショーかなんかで、ね、朝日ビールの社長さんが来てはってコマーシャルやった時ですから、うん、わーわー言う時にその、はい、ちょっとごめんなあれ、ちょっとごめんなあれやって、はい、横でずっと朝日ビールの社長をのかして喋ってたらしいですからね、ちょっと迷惑やれたこともあるんでしょうね、まああれぐらいの年代になるともう性別を失ってってる場合がある、ね、あ、あります、あります、男かな女かなって分からへんけど、たまにほら電車乗ってあるでしょ、はいはいはい、はい、性別を失うっていう、失うっていうね、はい、瞬間ですよね、それありますよね、あの場合のもう性別ないんでしょうね、ほとんどね、多分ないでしょうね、あ、まあでもなんか70ちょっと前ぐらいの時に一回電話かかってきてるから、はいはい、昨日あの、こんな話してもなんやないけどもって言って、まあどうやねん、体は大丈夫なんかいなって、まあ一応言うじゃないですか、はいはい、いや上がってしもてなと、ああ、完璧に。完璧に上がったと。はい。あんた産んだ時は上がってへんだって。そりゃそうやで。そりゃそうやで。うん、まあ上がってしまって寂しいってなっていう話は。おお、そんな話もするんや。そんな話もできるフランクな付き合いをした。ああ、はい。俺はおかんと一番姉ちゃんのね、一番会話でショックやったのはね、夏のね、高3の時の受験の夏休みの時にね、うん、結構なんかもうナーバスになった時に、ね、うん、もうなんか成績何もやっても上がれへんなと思った時に、うん、なんか冷や麦食ってたね、夏、うんうん。いかにも大阪の昼間。うん、ピアノに食った時に、あの、おかんと姉ちゃんがなんかで揉めたんやな。うん、その時に、6人、あ、姉ちゃんが生理痛かなんかやって。はい、会社休んどったんや。うん、あんたのしかしないんやと、毎月生理痛で休んでんな。っ、う、て、ん、おかんがなんか、虫のところ悪かったら喧嘩売ったんやな。うんうん、どうしたお母ちゃんなんかないくせに、とかって。ああ。アホか、二月に一遍はまだ来るんや。まだ上がってへんねん。お父さんにちょっと今月遅れてねえって、お父さんドキドキしたんだもんね。やばいって。やばいってね。でも俺は思ったよ、俺の前でそんなこと。すごいね、なんか、ひやむぎくんやら、マジトークで怪我しましたからね。ナーバスな受験の時期にね、生理が上がったか上がらんかの話はすんだと。まあ、血は争えへんっていうやつでしょ。本当の意味で。ほんまの意味では血は争えへんってやつですよね。ね、ああ、でも、親孝行で5億っちゅうのは親孝行なんか。いや、もうそれは、おかんの頭からしたらもう1億も5億ももう分からへん。あ、同じだよ。から同じやから。はいはい。まあ、もう、へぇ、へぇって、とりあえずへぇって言いたいだけのことやから。へぇって言わせるけやだけど、ほとんど説教はどういう説教だ、親父の説教はね、大概の電話かけてきても、おかんが主導権握ってる。はいはい、受話器は、受話器と主導権は握ってるから。おかんやから。おかんが。はい。で、お父さんに変わるわ。で、お父さんが、どんなにしてんにゃっていう、とろいトークの時、もう受話器取られてしもてるから、おかんの、この間な、思い出してんけどなっていう、もう受話器取られてしもてるから、はいはい。これは、親孝行っていうのは、おかんと親父を、セットにして親孝行するのは難しいっていう親孝行学会で決まった。ああ、ほうほう。あの人はよう考えたら血繋がってへんやんと。他人やからね。出だし他人やんから。他人他人。なんか妙に他人やないような気してたけど、はい、センスも違うし、よう考えたら顔も違ってるわけやから。全く違うからね。これは一対一やと思って、うん、おかんはまあ今でいいですわ。いつも今で喋るから、はい。親父をとりあえず近くの、何、行きつけの寿司屋とかないのって一回聞いてみたんですよ。はいはい。もうお前もそんなこと言う年かい。と。あ、もう嬉しそうや。もう別に行きたないけど、もう一応プレイやから。別に行きたいよな。行かないの、おもろないもん。もう一生出会わんでええような飲み会で、出会わんでええような人やから。いや、そうですよね。うん、全然盛り上がらへん人やから。はいはい。で、まあ、とりあえず、ちょっと、行きつけの寿司は連れてって、なんて。僕、生まれて初めての親父と飲んだ。ああ。でも、親父って、多分生まれた時、男の子や、いうことで将来、一回飲みたいな、とか、思うでしょ。思う思う。でも、ずっと嫌やったけど、まあ、そろそろ追い先も短いから、これ行っといかなあかんと思ったから、近所の、こう、寿司屋さん行ったんですよ。はい。やっぱり大将と友達やん、よう毎週行ってるみたいな。
で、大将は何もあんまり喋らへん人で、はい、あのうちの親父の前で握ってはりました。はい、で、俺と、親父とこうカウンター座って、座ってあのちょうど夏ぐらいでなんか巨人戦やってまして、はい、もう全然野球わからへんけど、テレビついてんねや。テレビついてるんですよ。はいはい。今年のなんとかなんとか、長島はなんとかやなとか言うたんだけど、全然思んないんだけど、もう、いやもう、大地若いやつ野球とか見んよと。はぁ、あはあ。おくないもんって、わざと出てみた。はい。うん。わざと蹴らしてみた。うん、わざと蹴らしてみた。はあ、そんな長島とか、うちの親父長島すごい好きやから、はい。長島とかもうおじやんやろとか、もういろいろね、はあ、ちょっと心にもないこと、はい。いっぱい言うてみたら、親父よりも前にその寿司屋の大将がちょっと息子さんと、うん、そこでちょっとねちょっと息子さんとちょっと息子さんと黙って黙って寿司に行ってたおっさんがあまりにも俺が言い過ぎたために、はい、ちょっと息子さんと、はい、お父さんのこう長島好きは、はい、よう話私も長島好きで、はい、お父さんと喋ってんねんと、はいはい、ちょっとマッチミなんてあんたの世代は長島の本当の威力を知らんやろと威力まず第一説教、はい、大将から受けた、まずカウンター越しに大将から受けた兄ちゃん言い過ぎやろ、でもあの皆さんすみません息子さん怒ることなんですけども、うん、言いながら、うん、言いながらカンカーンと来たわけ、カンカーンと来た、来た来た来た、ほんでいやいやでも今サッカーってことちゃいますもんと、もうなんなんもうおじみたいな集まって野球なんしてる場合じゃないですよと、もう一回出てみたら、出てみたらちょっと待ってはい、あのお父さんのあの巨人軍好きっていうのはね、いつもねあの会社の同僚連れてはるけども、はい、あの長島の思想をね一生懸命解いてはると、お父さんそんな姿もあるんやで、ね、あんたとかって言われて、はい、その時にまあまあ待ちやと、うちの親父親父がいさめる役ですよ中帝役したかったんや、はいはい、もう分かってました、まあまあまあ大将大将、まあまあまあ、大将もまあちょっと大将もそんなお前とそんな年変わらへんねんだって、その年変わらへんすよ実は大将って言えると思う50ぐらいの人やから、もう、いつぐらいしか違わへん。ああ、はい。ちょっと大変な話になとかって、まあ、こいつもな、まあ、ブルブルブル言うとね、まあ、東京の方でな、頑張っとんにゃって、息子をフォローに。あ、フォロー。フォローしよう。フォローしよう。ああ、そんなのな、もうね、しょうがないことやってんねんって、いや、こういうこと言うよけど、何やってんのか全然言わへんけど、なんか頑張っとるらしいんや。まあ、そんなあんま言わんといたって、とか言って、嬉しそうやねん。すっごい嬉しそうやねん。で、あ、ええ手が出したよ。ええ手が出した。ほんで、まあ、初めてせっかく飲み行ったし、もう、これ、今回限りあらへんかもしれんから、うん、まあうちの親父、まあ割とシュッとした顔してんねんけども、はいはい、一回も小学校の時からこう浮き名を流したことないっていうのかな、はい、必ず8時前には帰ってきてる8時前の男やからあんまりあれだぐでぐでなことないのないんですよ。小学校の時一回だけえらいよって帰ってきて部屋出る言うて部屋したのぐらい覚えてるぐらい一回しかないんですよ。そうだ、普段はもう本当におとなしい、まあにもう、はい、わしの喜びなんてお前が成長するぐらいやみたいな人やから、はいはい、あそんな親父にまあ多分ないやろなと思ったけども、はい、まあここもプレーやから、はい、なあ隠し事がいいのちょっと、もう僕も43にもなってるから、はいはい、もう今言われてもグレられへんし、はあ、そんなんかっこいいやんとか逆に思うわ俺とか言ったら、はあ、いやーそうかーそんなもんあらへんでとか言いながらも、はあ、あるんじゃうって突っ込んでないに決まってんねんけど、あるんじゃね、まあなあまあ一人ぐらいはなあそら好きになるやつもいるさかいなんで、うれしそう、うれしそう。ええ話、ええ親孝行や。売れずに来た。ああでもどうなの、モテたんちゃうの、会社とかモテんのちゃうのって、もうモテへんやろなと思いつつも、頑張ってくれたら、まあそんなんやったらな、お前もちゃんと育ったらええんし、あの家もほら、崩壊するやろが、で、そういうこと考えんとやるっていうのが、まあ男やさかいなとか言われて、でこの大将見てみや、この大将、しっかりしてやろうって、奥さんとやったんですよ、その大将。でこの奥さんと大将がここ切り盛りしてるからこの寿司はうまいんやと、ああその寿司屋の宣伝まで今日親父が始めて広報マン広報マン、ああまたその奥さんが俺と同い年やったんですよ、はいはい、奥さん、はい、ほんで奥さん大将は飲まへんね、一滴も。こんなもん、大将な、うちのお父さん、一滴も飲めへんやと、お酒。はい、寿司屋やってんのに。やくせにと。おもんない堅物でな、三浦さんとこのお父さんと一緒やって、おいおいって、そこまで言うなって、せっかく盛り上げてんねんから、俺。で、そのお母さんと奥さんと三人で飲んだんです。はあはあ、で、奥さんも偉い予定しもて、はあ、他に客おらへんから。はいはい。ジュンちゃん、そんなせっかくやってやったんやったら、祇園の私カラオケスナック知ってるから、お父さんと三人行こうや。って、いや、でも大将、かわいそうじゃないですかね。こんなしょうがないおっさん、ほっといていいわ、言うて。うちの親父が、ものすごい幸せな寿司屋って言うてんのに、ボロボロに打ち砕くことになって、三人で祇園まで出たんですよ。タグ乗って。ほんで、そこの寿司屋のおばはんが、ちょっと派手な衣装着替えて、おや、おかしいなと思ってて、で、スナック言ってもそんな、
ボックスやなくて、カラオケ、ボックスやなくて、スナックやろ、スナックで歌うとこ、みんながいるとこで歌うとこ。はいはい、で、バン回ってきて、もう親父の前で生まれて初めて矢沢駅歌ったり。はいはい。で、うちの親父も歌いな、歌いな言うたけど、うちの親父はもう、ドドイツと違ったらな、みたいな。そのまま入ってへんやん、そのドドイツなんて。で、まあ、わしはええやん、見てるさか言うて、あの、ようできた奥さんやろって言うたんだけども、その、うちの親父が、ションベン行った時に、その、嫁さんが俺の方バーッとこう来てあって、ジュンちゃんって何食べたび帰ってんのとか言われる。うん、まあ、年に2、3回は帰りますけど、言ったら、また電話してえな、って。なんか、自分だけの携帯の電話番号俺に教えやって。おかしいな、自分なんか悪いことしてんじゃん、言ったら、いや、ここだけの話や。またちょっと、いろいろ、ちょっと金持ちの人の愛人やってて、なんか、お金もらえんねん、一回抱いてもうたら、えらい金もらえんねん、とか言って。悪いやつやねん、それ。もっそ悪いやつやねん。大将、大将を裏切って、大将だって酒も飲めんやんか、わいじゃん、そんな歌ことあるんちゃうのじゃん。あ、でも酒飲めんか分からへんな、もうパパの一泊泊まって分からへんから、あえて。あ、ほんま悪いやつや、ちょっと今度紹介して。悪いやつやつって言ったら、この間帰ったら、その寿司屋潰れてて、離婚しちゃった。バレたやな。バレたみたいな。バレたんや。バレたんや。いろいろな、それはほんま暗い話やったけども、いや、言えへんねんけど、でもあれやな、バレたんやな。そんなこと、うちの親父がどれだけ人を見る目がないかっていうのが、よーく分かった。わかりました。一件でした。はい。マリネーコ太陽が欲しい。北野誠の世紀の雑談。この番組は TBS ラジオ、北野誠保存会の提供でお送りします。ね、淳さんもこれは KBS の打ち上げでね。そうですね。もう大変でした。もう、気がつけばもう3人、男3人で飲んでるっちゅう。途中女の子ようさんおったでしょ、ようさんおった、ね。竹内さん友達が。言うてあげてね、別に。なぁ。時ありましたからね。はぁはぁはぁ。俺と喋りたかったんか、女の子と喋りたかったんか、よう分からへんだね。いや、それは、あれ、だからね、あれ、あの、ようね、僕も、まあ、竹内さんだけに限らずね。やるうん、いやだからそのなんかね、まあ女の子出ても仮面と俺思ったりもすんねんけど、飲み会にね、飲み会ね、これはもうそのまま花があって楽しいけど、あのべったりするのはどうかってことやろ。それももう個人プレイやね。個人プレイというかもうターゲット絞ってるわけよ。そうそう。だからみんなでわーわー言うてたら、6人の女の子に全員喋ってんだよ。もう一人だけやね。集中型になってるから。はい、集中型で、でも横に壁に押し付けて、肩抱いて。そうやね。ああ。調子やね。あれと思って、さっきまでマタンゴの話してたやん、俺と。はいはい。怪獣の。マタンゴも知らん女おんねんって言うから、はい、そや、そら、竹井さん言う通り、そんな女あかんな、とか言って、そやろとか言って、はい、バラゴンがええねん、バラゴンが。ゴジラぐらいしか知らん女はゴジラでした。バラゴン、バラン、そこら辺あたりを知ってる女が少ないなーって投げたとか、そやそや、竹内さんそやなーって、あ、懐かしいな、俺、大学以来してへんなって、この話。はいはい、はい。こんな熱っぽく。熱っぽく。熱っぽく、怪獣の話よ。女の、それも女の子6人もいんのに、はい、ほっといて。ほっといて。これは男気や、思ったら、1時間後、もう誰でもその怪獣の話してへん。竹内さんずーっと女の横で、二人ずーっと、フリートークやねん。俺、ぼーっとしてた。ぼーっとしてもう、酒も回ってくるし、しょうがなかった。あんなそういうことな。いや、あるあるある。みんなで喋れたらええねんけど、気がつけばなんかツーショットだったやつって、あれ結構男のように嫌われるよな。嫌われるんだけどな。そうよ。まあ気持ちはわからんでもないから。わからんでもない。でもね。やるタイプやから。そう、あのね、いや、わからんでもないねんけど、なんかバランス考えてくれと思うよな。うん、自分が、自分がさせてんやったらな。そう。だから例えばね、俺は学園祭とかで会った時に、たまたま俺の制作会社と知り合いでおって、そちらまあ仕切ってたんで、まあこっちはもうぜひ来てえな、学園祭のその、ね、女の子たちがおるから、うん、沼女子大生の企画やってる奴が6人ぐらいおって、うん、男は4人ぐらいですか、うん、俺もタレント入れて、うん。そいつわざわざ俺を呼んどいて、うん、みんな来てくれ言うてんの言うてる割には、その中で一番可愛い子を壁に押し付けて、ずーっとそれと喋ってて。もうね、信用できへんから、途中で。信用できへん。俺ちょっと2軒目行った時に、またほら壁に押し付けたるだから、これは信用できへんと思ったから、ちょっと聞き耳打たでみたいな。はい。やっぱりほら、またんごお前知らんよとか言うてんやったらまだええやん。はいはい。全然違う話よ。ディズニーランドとかの話言ってる。全然関係ない話言ってるよ。またんごの話どこ行ったんやんと思ってね。俺はマタンゴの話しに来たのに。いや、だからバランスでね、うん、適当にそんなツーショットにならずに適当にまあばらけてね、はいはい、みんなでわーわー喋ってて、うん、言うのはええねんけど、うん、もう気がつけば壁に押し付けてますからね。うん、そうやねん。ほんでもうあとの4人俺が配線処理してなんかやもう一生懸命喋って。そうそう。で、こっちみんなでわー盛り上げて、わーわー言うて。わーわー言うて。はい。で、気がついたらアシスタントのおっさんみたいなやつと、はい、二人きりとかになってて。
皆さんどうしますって、どうしますどころか全員帰ってしまってんのもう帰るからねんから帰ろう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 言って撮ってもうたホテルで、はい、ミッドナイトチャンネルですわ。はい、もうあれですわ。またあれですわ。またあれですわ。またエロビデオ見ながら。CS かな、チェリーボンブっていうチャンネルになってましたからね。はいはいはい。はミッドナイトブルーハイやったんやけど、はい、チェリーボンブ。チェリーボンブという。はい。で、あれも、その、呼んでくれはった、その、KBS の人が、まあ、払わはるやろうな、と。はい。ドキドキするわけですよ。まあ、全部払うかな、と。うん。たまに飲んだ分だけ払わされる場合あるやん。あるある。ホテル代は。でもビバ北の家族なんかで呼ばれたら何やっても OK ね。あれ大丈夫な。大丈夫ね。それはなんか何やっても OK マークみたいなつけといてもらわな。いや、あれね、もっと心配。あれね、局によんねん。はい、はい。俺はこの間 NHK の番組で大阪の BK のなんか新しく新社屋になったからで呼ばれた時に、はい、自分で払う気やわな、当然。はい、マッサージも呼んでんや、疲れ切ってたから。はい、マッサージも呼んだら NHK から全てうちが払わせてもらいますっていう。それやったらマッサージ30分なくて50分しかないやん。細かいことやけど。まあ、でこいことやけど。ね、30分だと50分したいよ、俺は、と思いながら。いや、こっちもほら、仕事で行ってるわけやから、仕事で行ってるから、できたら、その、別に自腹切りたくないっていう気持ちもあるわ。あるあるある。せっかく行ってんやから、行ってんやから、と思うけど。でも、どっち払ってくれやんのか、払ってくれやんのか分からへん。そう、あるわな。有料チャンネルっていうのが。特に有料チャンネルって微妙な、微妙やしね。で2チャンネルあんねん、エロが。エロがね。エロが2チャンネルあんねん。はいはい、あれは、こう、1チャンネル押して有料にしてしまうと、片一方のチャンネルはやっぱり、ま、見れへんもん。見れへん、見れへん。はい。しもだと思うときあるねん。こっちのチャンネルがおもればあんねん。はいはい。やばい、こっち、黒下着や、しもだと思ったときに、はい。KBS 払ってくれっかなー思って、はい。2つ押したって、有料。で、もう、絵はついでやと思って、星の王子様とかしょうもない映画やってた時も、そっちも押しといたって。はいはい。3つ押しといたったから。おうおう、どうでやるかなと思って払ってくれた。すっごい嬉しかった。ああ、ゲームとっ払いやと思って。とっ払いやと。うん、多分。ギャラから抜いたんやと思うけどね、多分。俺のギャラから抜いたんと思う。こいつは絶対有料つけるに違いないって言って。1万円ぐらい抜いたんと思う。ああ。うん。もう評判やから、俺が。エロビデオ見たら。エロビデオ見たらね。評判や。そうやね。だから、局によって違いますね。違いますよね。カンテレがやってる会社のそのやつは、何でも、はい、でも、制作会社がやってる友達の時は、何でも OK ですけど、局やったらあかんとかね。あるでしょ、結構細かいよね、あれ。細かいよね。うん。どういう基準でお前らは、うん、あのエロビデオとかを OK にしてんねやろな。そうやねんな。福井さんは自分で払ってはったけどね。あ、やっぱり払ってはんねん。あの、天気予報の福井さん。天気予報の福井さんは、新宿でフジテレビの番組で泊まった時に、正月番組の前に、朝は鶴瓶さんが見たらしいですよ。あ、福井さん、すみません、こちらのビデオの方の代金がまだ。あれ。私が払いましょうか。あれ、いくつになっても、呼び止められるっていうのは恥ずかしいもんやからね。そうそう。ね、あ、夜はもう思いっかけ酒も飲んでるからワイルドになってるけど、昼はもうな、シラフやから。シラフやから、起きた時にもうちょっと、どうしようみたいな。ねえ。で、まあ一応小さいシャンプーとかいっぱい置いてある場合ある。はいはいはい。まあ一応ごっそり持って帰ることにはしてるんですよ。はいはい。これも払ってくれないのかなと思って。いや、あれはかめへん。あれかめへんの。あれはだってそれ。どこまで持って帰る。いや、あれは使い切りやから。使い切りはいいの。使い切りのもんは、それ全部使ってくださいってことですから。そうだよね。あれは持って帰っても何も言わない。あのドライヤーとか使い切りやないもんね。ドライヤーはあかんな。タオルもあかん。タオルもあかんの。あれスリッパはオッケーとか。タオルも使い切りにしちゃうのあれ。いや、あれはちゃんと洗濯するから。洗濯するからあかんの。いや、あえてもっぺん使えるもんに関しては持って帰ったらあかんね。あかんのあれ。うん。あのポットとかもあかんの。いや、ポットはあかんやん。あかんの。使い捨てのポット聞いたことないもんな。あかんとかええとかっていうのはそれ何？教育？どっかで学校で習ったんすか？いや、それはなんか。コップはいいけど、コップはあかんとか。うん、いや、だから俺はそれね、ちっちゃいハンドタオルみたいなあるやんか。あるある。あれはどうやん？あれ、常宿でしちゃった時に、毎回持って帰ってたんや。うん。ああ、うん、2枚あ置いてあった。1枚持って帰ってんの、はいはい、1枚使ったら。あ、ツインで取ったのか2枚置いてあるよ。そうそうそう。ほな1枚持って帰ってん、うん、まあ、ちょっと汗拭いたけど、ロケやった時に、はいはい、ええやんと。夏場なんていいやん。夏場なんていいやん。ついつい夏場なんか持って帰ってたよ。うんうん、ほんなら、うん、すいません、やめていただきます。嘘、あれあかんの。あかんねん。あかんの。うん、やっぱあかんねん。うちの洗濯物増えたるとこ、いろんなホテルのやつも。俺もあるよ。うちもあるよ。すごいよ。ずらっと並んでも日本全国あるよ。うちもあるよ。あの、ハンドタオル系は。あかんの。ああ、旅館のね、うん、あのいわゆる温泉旅館の手ぬぐいに関しては、うん、割とええんかな。あれはなんかほら土産物的な扱いで、扱いでのあのタオル持って帰ってくださいっていう感じはあるでしょ。そうそう。だから、うん、スリッパなんかもお持ち帰りくださいって書いてあるわよ。え、旅館？旅館とか、いや、あの普通のホテルとかで。本当。あ、要はスリッパ置いてあるじゃん。置いてある置いてある。あれは割と
持って帰ってくださいって書いてあるんですね。シャワーキャップは大丈夫？シャワーキャップ OK。あ、使いせいだよね。じゃあ、もっぺんでも使えるで。いやいや、シャワーキャップは OK。あとあのスポンジがキュッと縮めちゃって、ポンと開くとプーッと大きくなる。あれ OK。あれ 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 OK ない。あれ OK ない。二度とだから洗って使うことはないっちゅうも OK ね。あ、OK ない。そういう判断を下した。あ、なるほど。あ、自分が下した。っていうか、それは一応聞いたんや。俺も言うたよ。書いといてくれと。ちょっと書いといてもらわないな。後で請求受けても困るさかい。そうそう。あの、バスタブあるやん。はい。バスタブ。で、それは、あの、あれやで、あの、割とちょっと高級なホテルの場合、はいはい、のみに、あの、よく設置してあるもんなんやけど、はい、バスタブの横に、あの、さも石鹸置き場と雰囲気に似てるような匂いをさしながら、はい、ちょっとへこんだ、はいはい、壁にへこんだ、めり込んだ。めり込んだ、はい。あの、穴があるでしょ。ね、ボコ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 とあって。ちょっと水抜きみたいになってる。はいはいはい、はい。で、ちょっと、あの、奥行きがあって。奥行きがあって、はい。バスタブのすぐ右横に。すぐ右横にありますね。はい。あの、ほんで、そこに、ホテルで作ってる石鹸って小さいやん、今。ちっちゃいちっちゃい。ちっちゃいでしょ。ちっちゃい割には、あの、バスタブの横に置いてあるあの凹みが大きすぎやしませんか？大きすぎですね。ね、大きすぎでしょ。はいはい、で、俺は、これは大きすぎるなって前から気にしてたんやけど、ね、うん、はいはい、この間、京都行っててホテル泊まった時に、これはひょっとしてメガネ置きちゃおうかなって気がついて。おーほうほうほう。これはちょうどメガネにある。おー、はいはいはい。あの奥行きのいい、はい、横の長さとか。あ、メガネ置きちゃおうか、ほんなら。俺ら設計置きは思ったけど。そうやろ？はい。で、まあなんとかメガネかけへんから。はいはい。わからへんけど。わからへんけど。メガネのやつだけピーンと来たやん、俺。あー、なるほど。あ、これはと。であの一回上がって、うん、メガネのケース持ってきてる、はいはい、風呂場に、はい、パコッとうまく入んねん、ケースごとが入んねん、あ、綺麗にピタッと、うん、まあケースは濡れてたからケースは置いといて、メガネをレンズを上にして、はい、スッとやると鼻かけるとこがちょうどあの水抜きみたいになってて、クッとかけられるわけ、クッとかけられるわけ、はい、あ、これはメガネ置きやと思って、俺はずっと設計置いてたそれ、いや。でみんなに言うたら、そら、石鹸置きやと。そんなメガネ置きなんてあらへんってみんなに攻撃されたけど、はい、ほんで立って、シャワーのとこの、シャワーの一番上のとこにもあんねん。へこんでる部分が。はいはいはい。で、まだメガネ乗せたらフィットするわけよ、そこ。ああ、それメガネ置きやんか。そうやんな。ああ。絶対そうやんな。あれは。僕もいつも横に思ってて、ね、これ石鹸置くにしてはでかいやろ。うん。あ、やっぱりメガネ置き。決定？決定やな。決定でいい。あ、ほら、聞いとくわ。うん、聞いといてくれへん。誰に聞いたらいいね、分からへん。いや、俺はホテルのフロント聞いとくわ。あの、バスタブの横にある溝の。あの深さ。あの深さ、幅、幅奥行き。ぴったりメガネなんですけど。石鹸置いたらね、なんか、浅いねんな。浅いでしょ。浅いっていうか、石鹸自体がちっちゃいから。そうでしょ。合わんし、ね、このボコボコ置いたら何のために意味があんねんと。そうでしょ。うん。あの、ストッパーでしょ、メガネストッパーでしょ、ボコボコ。あ、そうかな。そうの気がする。それは一遍聞いときますわ。大発見やねん、俺の。最近の。ああ、うん、でもそれみんな信用せえへん？いや、違う。で、俺今言われてみたら、俺も、俺あの、コンタクト出したらメガネかけてるから、うん、確かにあのメガネ、どこにあるかわからん、わからんけど、ああ、そうなんだ。俺一遍置いてみよう、ほんなら。だって、メガネ野郎は、風呂入るとき危険やん。危険やん、あれ。メガネはめてかな。そうそう。滑るかもしれへんし。はいはい。何が起こるかわかりません。何が起こるかわからんから、いきなり火事になった時でもメガネシャッとこう、つけな。ウルトラセブンね。ウルトラセブンに、シャッとつけな。避難もできへん状態やから。はいはい。で、バスタブ、風呂入ってる時はメガネ置いて、顔を、あの、目悪ない人と同じようにブルブルって一発やって。やって。ほんで、シャワー浴びる時はメガネまた違うところにポーンと置いて、立ちながら、あろうて。ほんで、下に座るところにはないね。ないね。立つ上にはない。ああ、そうや。なんでメガネ置きやな。絶対メガネ置きやと思うね。立つところの上の高さにあった時なんかは、石鹸そっか取るのめんどくさいもんな。石鹸取るには、座ってたら、一回立たなら取れへんから。そうやな。絶対石鹸はないね。ああ。もっといろんな人に来てんけど、違うって言われたから。そう？悔しいねん。でも俺はそれ今聞いたらなんか割と納得したね。俺も前からあれ不思議やって。これ何置くねやろな。そうやろ？そうやろ、それ前は小さいシャンプーとかが、はい、仮に置いてあるねあれ。ああ、そうそうそう、置いてません、ちょ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 。置いてあるでしょ。でも、確かに、こう、シャンプーをのけてしまうと、シャンプーの置き場がなくなってしまうわけよ、メガネで。でも、まあ、一応でも、縁に置けるやん。縁に置ける。バスタブのね。縁に置ける。うん。でも、たくさん湯入れたとき、縁にザボーンとなってしまって、シャンプーがもう浮いてしまって、もう、リンスかシャンプーかわからへん場合あんねん、メガネの状態から。こっちは、いきなりリンスかけたりしてるから。はいはいはい、はい。もう見えへんから。やっさん状態だったね。やっさん状態になってるから。はいはい。そういう、ちょっと、夜の、こう、プレイスポット。はい。その、風俗。はい。ああいう時はメガネかけてんの。いや、かけてる場合もあるな。コンタクト外れた場合はメガネもかけてる場合あるでしょ。かけてるあるある。お風呂に入るようなプレイの場合。はいはい、はい。その時はメガネかけてんの。ああ。あれはかけてるんだ。あ、いや、かけてるな。
かけてんの？見えへんやん、せやないと。見たいけど、見たいけど見えへんやろ。そのメガネ取って、もうこんなことも外してメガネも取ってしもたら、うん、見えへんやん。見えへんやん。半額やん、もう俺ら。そうやん。うん、それもう料金大損やで。大損やん。いやでも、すっぱらかにメガネって、はい。すごいやらしい雰囲気がある。いや、俺もね、誰よりも。どのついたサングラス持ってんねやんか。うん。やらしいね。いや、あれで裸ってごっつやらしい、ね。やらしいでしょ。そんなにまでしてお前見たいかと。見たいかと。私の裸を。はいはい。感じやから。それなんでサングラスかけてんの？いや、動画入ってんねん。って言うて、うん、裸やったら、うん、余計恥ずかしい。恥ずかしいでしょ。確かにそう。あれん時の、ほんでもうしょうがないから俺、そんなメガネかけてんのもかっこ悪いからメガネ外して半減やから、はい、一生懸命もう眉間にものすごいしわ寄せて、同じ人のおっぱいとかバー見てんだけど、もう天地しげるみたいな深刻ぶりやねん、俺。でも、そうやって心に余裕のない人。余裕のない人みたいな感じがするやん。そうや、あれじゃどうしてんねやろな。どうしてんねん。でも普通はみんなメガネかけてますよ。遅れさんでも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 もう。遅れたらメガネかけたんだけど。かけてるのは見えへんでしょ？見えへんね。しょうがない。だからよくあの、漫画とかドラマとかでも、うんうん、インテリのやつが SM にハマってるやつでも、大概目にかけたままプレイしてますよ。でも、どの写真よりもやらしそうに見えるやろ、それは。やらしい。ていうか、そこまでしてお前は賢明なんかという。いう感じでしょ。だから俺そういうところに初めて連れてもった時に、はい、いやもう絶対その先輩が怒ってくれはんやから、はい、あの、元取らなあかんと思って、ごめん、ちょっとずっとメガネしてて、サングラスしてて、また変な子言われて、泡をな、メガネの右と左にポンつけられて、立体に飛び出してるわけ、泡が。もう全く見えへんよ。全く見えへん。そんないじめってあっていいのかなって思った。それは新しいプレイやないか。いや、泡プレイで、泡踊り言うてもメガネにつけんでもええやんかっていう感じ。それはちょっとあの向こうの人配慮ないな。配慮ない。そんな人だって言うの？撮ったらもう見えへんねん。見えへんやん。見えへんやもん。どうしていいか分かれへんもん撮ってしまったらな。分からへん。なあ。メガネメガネって、こうやってるときおっぱい触ってしまうかもしれへんやん。はいはい、はい。いきなりかいなって思われるのも恥ずかしい。恥ずかしいな。ああ。もうちょっとメガネかけてもいいとってな、うん。愛の手を差し伸べてほしいよな。そうだよね。はい。真心ブラザーズ。人間はもう終わりだ。いやーね。はいはい。はいはい。真心ブラザーズ、結構友達だったんですか？友達なんですよ。で、今度、その、解散、もうしたか。もう解散しましたね。はい。最後にシングルって言った曲が、人間はもう終わりだ。このヒットを狙ってない感じがすごくビットロック。しかも名前が真心ですからね。もうすごくいいと思って。はいはいはい。ガストロンジャー以来感動しましたね、この曲は。今一番好きな曲なんですよ。なるほど。はい、まあヒット狙ってませんわね、完璧に。いや、すごい。今こんな無茶苦茶な時代にあって、はい、これを今出すっていうところは、とってもロックっぽくて好きやん。そうやね。びっくりしましたよね、はい、タイトル聞いた時に。はい、何があってんの、うん、お前たちに。ね。はいはい。はい、なんか人生に絶望するようなことがあったのかと。うん。いや、すごい。まあ一つのアンチテーゼなんでしょうけどね。はい、ああ、すごいですね、しかし。うん。まあすごいで、ね、田代さんもすごかったですけどね。あら、もうそんな話ですか。いやいや、ちょっとびっくりしましたけどね、もう大変ですよね。ちょっと、うん、あの、お笑い界というか、ね、ちょっと激震が走りましたよ、みんな。治らんのかね、と思ってね。前、のぞきをやったはった人って、寺山修司さんっていう人ものぞきで捕まらはったんですけど。はいはいはい。芸術入ってましたから、あ、多分俺が覗いてても、ああ、やりそうやっていう感じで笑うでしょ、多分僕やったら。うん、僕は笑われてしまうけどね、お笑いっていうところが痛かったな。逆にね、まあ、薬とかそういうのはちょっとあかんけど。あかんけど、なあ、と思いましたけどね。ね、僕もまあ周りには、まあそれ以上の変態たくさんいますんで、捕まってへんだけのことですから、あれですけどね。はいはい、はい、うん。いや、もう僕の周りも変態多いですけどね、捕まってないだけですか。ね、やっぱりね、あれ人間って治れへんのかね、ああいうのって一度病気なのかな、やっぱりな、やっぱり自分もやっぱ収集癖みたいなのがあって、はいはい、やっぱエロチラシとか見るともう飛びついていくわけですよ、はいはい、今ももちろん携帯電話持ってますから俺は、はいはい、別に電話ボックス入る必要もないのに、はい、なんか電話ボックスあれまあ透明で中見えるから、はい、受話器のこの機械の上にエロチラシが積んであるのが見えるんですよ、はいはいはい、もう欲しいって欲しいってしょうがないんですよ、もう三三の歌やないけど取ったらあかん取ったらあかんやけど、はいはい、欲しいってしょうがなくて、はい、タクシー止めてまで降りて取りに行ったことあるしねもっそ欲しいんですよね、エロチラシが、エロチラシ、いわゆるコレクターズアイテムね。あれはまあ多分どころか違法でまあ売ってるわけですよ、そうやね、違法でね、
乗り張って。まあ一応、あの街の美化運動の一環を担ってるとは思うけど、僕が取っていくことによって綺麗になってるわけやから。はいはい。はいはい、水着の、まあ今やったら誰やろう、小池栄子とか。小池栄子とか、佐藤恵理子とか。うん、音羽とか、そんなんが、堂々と使って、ドーンと入った横に、フェラキオオッケーとか書いてあるわけだよ。そうそう、生フェラオッケー。ほんで、その彼女たちはニコニコしてるわけじゃないですか。そうやね。まあ、いい方で使われてますからね。うん、そのギャップに、こう、ロマンを感じるわけですよ。あ、だから自分がやってる、もう、23年間やって、109巻まで行きましたけど、エロスクラップ。はい。あれも、次の横に、そういうエロ本で、卑猥な言葉を書いたやつを合体させたり、することによって、ぐっとロマンが出るという手法ですんで、はいはい、エロチラシの手法と全く同じ手法を取れるわけですよ。はいはい、それを、まあ、電話ボックスの上にエロスクラップ置いとかへんだけ、僕はまだ捕まってないだけのことですけども、ギリギリなとこあると思うんですね、自分もやってることは。藤原紀香ちゃんが以前ね、昔まだ全然ブレイクする前言ってたんですけど、まだそんな売れる前に、はい、自分、公衆電話ね、大阪で入ったら、はい、自分の写真が使われてて、はいはい、あの、こちらに電話してくれたら、すぐ、はい、あの、デリバリーしますと、はいはいはい、何でも来いって書いてあったわけですよ。それで、ごっつ肌って、その自分の写真をバカバカ剥がしていったって言ってましたけどね。でもまあ、そこら辺はちょっと複雑やけども、あっこに乗るっていうことは、もうズバリ、されてるっていう、人気が出てきてるっていうことですよ。そうや、ブレイク直前ってことですか。っていうことですよね。はいはい。街で一番情報を知るのは、エロチラシが一番よくわかりますから。わかりますからね。あ、今この子、来てんねやと。来てんねやっていうことが分かりますからね。分かる分かる分かる。ああ。だからね、ああいう壁みたいなもんはね、うん、止まらないですか、やっぱ、エロ本とかエロチラシってこういうの。エロ本は止まらないですよね。僕、だから、たまに面が割れてる本屋とかあるんですよ。あるでしょ。そういうようなとこ、来てはる人ってそんな人ばっかりですから。はいはい。僕の本買うような人ばっかりですから。はいはい。でそこの店員とかはもう分かってはるんやけど、はい、けども、一応自分が、変装していってるっていう自分にもワクワクするんですよ。あ、帽子かぶって髪の毛キュッとくぐって、はい、やってる自分にすり通しの眼鏡かけて、はい、必死でこうビニールに入ってるからこうちょっとしたとこを破って、うん、破ってチーって自分のたまに爪伸ばしといて、はい、キーって切って、あ、これ持ってるやつやとか、ありますから、確認しますか、確認してたら、ちょっとお客さん破らんといてやるでえらい怒られて、はい、買わされたことあるんですよ。はい、買わされた。でもそいつは、お前が悪いんだよ。確実に俺のこと知ってるわけですよ。三浦淳也とは分かってるんだけど、買わされてるわけですよ。はいはい。ああ、犯罪やなっていう感じがちょっとワクワクするかもしれない、僕は。ちょっとそんな好きですよね。うん。そうなんや。うん、ああ。変装とかできないでしょ、もう。いや、もうあれってね、しようと思わないですしね。ああ、もうしようと思わない。ああ。だからもう、そんな行動とこう。いやだから、お笑い芸人とか、まあこういう仕事やってて、うん、ね、なるべくこう、帽子とかボタンサングスかけてやったりとかしてて、うん、やっててね、何カッコつけとんねんと。ってなるんでしょ、やっぱ。そう言う人がおるからね。お前、そんな売れてないやん。って言う人もおるじゃないですか。その芸能人やっていうことが分からんための変装と、はい。エロ本買いに行くための変装はちょっと違うんですね。違うな。いや、だいぶ違うわ。だいぶ違う。だいぶ違う。世界の素顔であるったら高校生な、エロマコーとか言うんですよ。ツナイトの影響で。はいはい。ツナイト見てるぜとか、エロマコーとか。まあ自分で言うのやけど、人に言われるのは難しくない。自分でエロマコって言うてる部分は言うそう。はいはい。エルマロみたいに。そうそうそう。はいはい、ね、でも、高校生ぐらいに言われたりするんですよ。はい、はい。はい。ツナイト見てるやー、はいはい、で、チャリンコで寄ってきて肩たたたしながらね。あ、エロ本とかもう買う機会はもうなくなってきてる。いや、なくなってきてるわね。だって芸能人ですから。リスナーからは、いや、欲しいよ。だから、リスナーからは、うん、時々、貢ぎ物のようにね、うん、こんないい絵本が手に入ったんで、まこさんあげますって言って、持って、持ったりするときあるけどね。うん、はい。でも、それでは自分の好みに合わへん。合えへん。はい、あるでしょ。まあ、あるある。本当は、そういう絵本屋行って、全部のビニール剥がして、全部見て。いっぺん見てみたいやん。見てみたいでしょ。うん。エロ本屋ってどれぐらい値段するのか知らんけど、うん、あれ全部買ってみたいんやけどね。ああ。億はせえへんでしょ、もう。億はしない、億はしない。まあ、5億もある人はないんですよ。5億も稼いでる。稼いでへんって。おかん対策よ。税金対策よ。おかん対策よ。あれ、まあ、ダブってる本もあると思いますけど、はい、エロ本屋行って、すべて買うっていうのは、なんか紫って全メニュー頼んでるみたいな豪快さあるでしょ。あるね。そんな車ジャガーとか買うよりも、エロ本屋全部買うた方が、はい、
かっこいいけどね、やっぱ。ああ、置くの難儀やけどね。まあ置くのはね。ああ。置くの難儀やけど、まあ半年ぐらいかかって。はい。いろいろ見ていくのはすごい楽しい、ね。全部買ってみて、スクラップして。スクラップして。はい。自分の好みの絵の本を一冊ずつ作っていくという。そうやね。それが将来のイメージですね、やっぱね。ああ、はい。本屋やった方がいいんちゃう？本屋やった方がいいかな。本屋やるとやっぱり自分のこの本には手つけられないでしょ、だから。ああ、やっぱり自分もんになったらあかんね、うん、ね。そうなんですよ。はい。商品ですからね。僕、まあ、将来、まあ、小学校の時の夢は、エロ本屋の親父になるか、はい、お寺の住職か、どっちか。どっちかやったんですね。どっちかやね。はい。エロと、この、煩悩の狭間、あの、情熱と冷静の狭間みたいな、はいはいはい、あのとこで悩んでたんですよ、ね。そうそう。でも、俺、この間、あの、滋賀県の方のお寺回ったんですよ、また。あの、孫さんの仕事で。ああ、次の日。京都見物、あ、テレビ見物、はいはい、テレビで。だったら、やっぱり、あの観光寺は結構人来るからあれやけども、滋賀県とか宇治の方の東の方って、はい、うん、あんま来えへんから、うん、もうひなびてもうボロボロになってるんですよ。はいはいはい。でそこで、3年前に一回行った楽屋寺っていう寺があって、ほうほう、でそこのじいさん、住所おもろいおじいさんよね、はい、94歳やねんけど、まだご健在で、はい、あの仏像の仏像が好きで、もともと自分はカソリックやったんやけども、はいはい、なんか誰かに任されてもうしょうがないから行ったら仏像が好きになって、はい、でこの仏像ええやろ、もう東大寺に引けとらへんやん、これそういうトークしはる、はいはい、ほんで、3年ぶりに久しぶりって、もう、おぶたろうやなーって、どうも、こんにちは、お久しぶりですーって言ったら、いや、この仏像は東大寺に引けとらへんねん。同じ話よ。あれ、でも久しぶりですね。前も、僕も寒い時来ましたわ。もう寒かったですね、こう、って一生懸命思い出してもらおうと思って言うてんねんけど、はいはい、いや、これはな、東大寺のな、あのな、何代も作ったな、運慶とかな、あんなに引けとらへんねんって。もう、カセットテープのように、ね。同じことを繰り返すわけや。アドリブはない、ないねんね。同じトークやねん。ほんで、ずーっとお寺はまた、あの、仏像の前説明してもらって、同じトークのところで、同じところで、へへへって、やっぱり同じように笑うんですよ。ああ。で、これ、住職さん、これ、誰か津賀春津やられますのって言ったら、いや、息子も死んでしもてな、あの、嫁も死んでしもてんと。あ、そうなんですか、大変ですね。去年も、3年前も聞いたけど、ああまあ、せっかく、熱い話が聞いてあげようと思って。でもな、息子が東京の大学行ってて、はい、来年な、卒業やから、帰ってきようにやで。ついてくるようにや、お孫さんが。って言うてたけど、3年前も同じ話やねん。ということは、ついでへんねん。ついでへんねんな。でもおじいさんは、もう年とか分からへんなって思って、はい、もう相当その孫もええ年やと思うねん。はい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 。大正大学行ってるって言ったけど、はいはい、もうとっくに卒業したんねんけど、もう多分東京に就職してんねやろな。次とないから、多分何にも連絡してはらへんねんけども、はい、また言うたはんねん、その話を。はいはい。いや、わし、もう来年帰ってくんねや、はい、ついてもらうにゃって、なんか寂しい気持ちになって、はい、その時に、ああ、今の僕がやってる仕事全部やめて、はい、おじいさん、住職、はい、俺が継ぎますと、はい、なぜ言えへんと思っていつも悩んでんだけど、大きなお世話の悩みなんだけど、言える日が来るのかなって思ってワクワクする。でもやりたかった、今日のお寺の住職を。やりたかった。やりたかったけど、そこはもうほんまに、あの、滋賀県の端で、はい、もう友達も多分、2年に一度も来てくれへんようなとこやねん。ああ。一人で守らなあかんから。そうやんな、大変や。辛いねん、それ。辛いなぁ。とこやけどね。煩悩の狭間ではねやねん。煩悩の今かなり揺れる。でももう、重要文化財級のもう、仏像がビシーってあるから。はい。二三日は楽しいけどね。はい。友達来えへんなぁと思って。友達は来えへんなぁ。もしこの番組また撮ってもって、はい、皆さんあのまた来週頼みますわ言った時に僕いい場合もうついてるからもう当分連絡ないから僕もうそう思っといてくださいあでもそれは何自分の幼い頃の夢なんやな夢やねお寺のあの住職っていうのは住職なの寺&仏像がゲットできるっていうのは、そんなとこに。寺と仏像ゲットやで。もうそんなワード基地に住んでるみたいなもん。そうやんな。僕からしたら。僕からしたらな。ああ、二号発信。二号発信いう感じになります。ああ、すごい悩むとこや、それ。すごい悩んでるんですよ。ああ。悩んでるんですけどって言うてるけど、住職には言うたことないから、住職はそんなこと言うとも思ってへんけどね。僕の心の中だけで悩んでる悩みが。住職はまあ、仏像見に来はってんなって思ったはんねんけど。若者やねんな。僕はその住職の仏像の説明聞きながら、すごかな、すごまいかな、とかずっと考えてるから血のつながりもないけど横にいる伊藤聖子さん伊藤さんは全然違うこと考えてあるけど俺だけは一人でいつも苦悩するわけ苦悩してるんですよ今考えたらあのねお寺もね継ぐ人いなかったりとかすると結構ありますからね。あの、地方のお寺なんてどんどんやっぱり、あの、市からもう買い上げられたりして、うん、住職不在みたいなのがいっぱいいますんで。はいはい。まあ、もう。市が管理するお寺とかでしょ多分そうですよ。ああ。もう住職継げへんから。はい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 。でもそろそろ僕の出動の時が、
とうとう。はい、とうとう。家族はどうすんの？もう行かへん言うてる。もうあんた一人で行ったら、ほら、仏壇なんて素直もないもんって。まあ、それは言いますわ。それは言いますわ。うん。もううちの子供も絶対行かへんって言うてるから。俺一人かいと思うんで。なんでまたこんな普通に生きていたら、なんでまた一人ならあかんでるんで。辛いとこですよ、それ。辛いなぁ。なんぼ好きでもなぁ。これが京都の、例えば、清水とかやったら、それはまあ、継がはる人もやるやろうから。僕の。いや、でも例えば三十三間堂。継がはるってことですか？そう。三浦さん、ついてくれて守ってくれへんかと。あっちから言うてきはった場合ですね。はい。あ、継ぎましょう。それはもう確実に継ぎましょう。三十三間堂やったらもう、継ぎます。継ぎます。間違いなく継ぎますね。ああ、うん。まあ、京都のメインストリートですからね。はいはい。吉祥のとこにあって。はい、はい。もう、必ず継ぎます。友達も来てくれやすいし。はいはいはい。そこだったらまあ、修学旅行生ちょっといじったりしてね。はいはい。説明する。法話とかでも、はい。おもろいトークとか入れてたら、この住所がおもろい。おもろいわいで、まだこう。イオンでも飲み行こうか、いう話なんで。そう。いいかな、思うけど。そうそう、それはいいですね。うん、それはいい。立地条件が悪い。立地条件。せめてバスが1日に5本は来るとこがいいね。その楽屋人とこ1本しか来へんねん。マジ？ 1 本しか来へん。行ったら帰ってけへんねん。もう行ったら帰ってけへんんですよ、もう。え？すごいでしょ。だからその1本がずるっと回ってしまいやから。ああ。置いてしまうとはしまいやから、もう。でも帰られへん。車は呼ぶしかないですから。ほー。そんなとこにちょっと友達呼んで。でも確かに、仏像なんや。平物は十一面観音座像ってもう。あ、十一面観音。うん。正面から見たら十面しか見えず、後ろの。うん、後ろの。防悪大正面。防悪大正面。はいはいはい。防悪大正面って。うん、人から見てたら十面しか顔が見えんけど、うん、後ろ見たらその、もう一面ある、ね。大笑いしてる顔があんね、うん。防悪大正面、うん。そうそうそう。これは全ての悪いものをあざ笑ってしまうという。何で知ってんの、そんな。いやいや、あれから。仏像会はもう、普通飲み屋で、フリートークするときに必ず出る単語やん、防悪大正面。お前、そろそろ防悪大正面になってへんか、とか、いう話やねん。ああ、仏像好きなもんでは。ああ、はいはい。なんかでちょっと見て、へえ、十一面観音で後ろは見えへんねや、と思って。え、前がなった時に十一面観音見たときに、後ろはどうなってますの？ここ十面しかおまへんや。って住職が、いや、うなとこ見せてあげましょうって言って後ろ回って見たときに、はい、ああ、こんな顔で、すべてのことを笑い飛ばしてしまうという、うん、そう、防悪大正面。ちょうどね、後ろの後輩もあるんだけど、後輩のところに円形でくり抜いてあって、その正面の顔が見えるような。はい、そう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 。そうそうそう。これ結構大事なキーポイントです。大事ですね。それは大事と覚えたと。はい。はい、ロスプリマスのディスコ、鹿児島、お原節、黒沢明とロスプリマスです。今夜のゲストは三浦淳さんですけども、はい、今度はあれですか、スライドショーは、武道館が終わったんで、はい、僕はどこ行くんですか？9月、もう日にち忘れしてもらったけど、9月の何日に、はい、ハワイですね。ハワイ公園。ハワイ公園。ビーチのとこに、幕張って。白い幕張って。風に揺れて何も見えへんっていうショーをやろうかなと思って。なるほど。いや、武道館終わった一つ目標を達したわけですよね。武道館であんなことっていうことだけは言いたかったんで。まあでもよう入りましたね、8000何人が。8000何人入りましたね。やっぱり見にくかったりしたこともあったみたいやけども、うん、まあ、あんなとこであんなことをやるっていうことがね、それがギャグやったから、はいはいはい、まあちょっとホッとしたんですけどね。おーおー、うん、そうやね、それができるっちゅうのが、うん、まあ、すごいですわね。うん、嬉しかったです、すごく。おーねえ、今度はハワイで。ハワイで。もう企画を出してそれはやるんですか、実際に。それはもうハワイのどっかのビーチ撮ったみたいだから、もうやらない、しょうがない。もうどんなことになってても。ああ。どんな戦争になってても。はい。とりあえず行くと。行くと。日本から連れて行くでしょ？日本から何人もツアーで行く。ツアーで。全部で。ああ、旅行者喜びやな。うん。それは喜んでありました。ハワイの市長も喜んでありますから。はあ、はあ、うん、なるほど。何千人単位ですか、ビーチに。いや、何百人でしょ。何百人やと思います。ああ、でももう武道館に行った8000人も、うん、これやる限りは見続けてやろうっていうやつな、いますからね。ここまでを、だどこ最初はちっちゃいとこやってるでしょ。最初はね、ラホーレでやってたんですよ。原宿で。原宿で、はい、はい。ミュージアムでやってた。はい、はい。で、渋港行って、はい。で、武道館行って、次、みんなまあ次ドームやろっていう話になるけど、はい、やっぱそこ外していかなね、やっぱ駒劇場かハワイしかないやろっていうことなんですね。ああ、はいはい。うん、ああ、そう、普通武道館行きゃもうドームやろ、ね、ドームやろとか言われて、ラオレから始まって渋谷公会堂やって、はい、はい、別にそういうたくさんお客さん来はってビッグになるっていう気はないから、いや、まあショーをやりたかっただけやから、はい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 、おかしい方がいいだけやからね、はいはい、まあ武道館でこんなことやるって考えもつけへんやろしっていうのがいいかなと思ったんですけど、ね、はあはあはあ、うん、でも武道館行く時にこんなぐらいの客来るやろって思ってました。いや、
思ってないですね。あれは、だから支部校やった時も支部校も2500人ぐらいで、はい、まあこれが、好きな人の限界やろと。まあスライドショーの限界かと。うん、はいはい、そんな甘えた坊主とか、いい揚げ物とか言うてるのを映し出されて、はい、笑う人間が日本にそんな2500人やろと。まあまあね。思ってましたけども、はいはい、8500人いるっていうことは分かりましたんで、あーはーはー、ゆるーやほーなことが好きな人が、はいはい、まあ一応8500人っていうのは、まあ一応あれ、スラジオってデータですから、はい、アホなことの好きな人の。はいはい。まあそれぐらいはいるんやろうなと。ああ、はい。思いますよね。でも渋港で2500人で、まあ普通はね、うん、このクラス毎年1回やってきたらええやん、はいはい、っていう感じですよね。はい、第2回スライドショー、ね、渋港、第3回渋港で。そうですね。3回ぐらいやりましたからね、あそこ。ね、はい、普通もうそれでね、まあまあ定期的にやっていくのがええかなと。そうですね。もう、もともと、その、ラホールでやったスライドショーっていうのは、もうボソーと出て行って、見てくれるってスライド打って、みんなわーわろって姉妹やったんですけども、渋港に移ってから、オープニングにえらい金かけることになって、はいはい、オープニングはほとんど全てみたいなことになってるので、今回も、伊集院さんとか、伊集院光さんも出てもうたし、山田五郎とかいろんなやつが、意味もなく着ぐるみに入って走り回るとか、はいはい、上からもう何千個の風船フラスとか、はいはい、僕と伊藤聖子は巨人軍と阪神のリリーフカーに乗って登場したんですけど、はいはい、乗りたかっただけなんやけども、はいはい、それをがメインですから、スライドはおまけみたいなもんで、それをやって、うん、ね、あれはもうそれは僕らのサイキックで大阪でやってるラジオの、はい、高瀬がやってるオープニングと同じで、はい、オープニングが一番金かかんねん。そうでしょ。もう喋り出したらただやからね、これ。そうやね。喋り出したら別にただやもん。どうってことないね。うん、そうそう。妙にほら、そこにやっぱり期待がかかったりね、はい、する人やると思いますけど、しょうがないもん、もう。な、喋り出したらもう何喋ってんねん、わからへんねん。わかる。もうしょうがない。でかい画面でスライド見てね。うん。まあ、嫌げもん見て。見て。あ、まあ、納得するしかないから、もう。はいはいはい、うん。しもた自分がもう、失敗っていうことやから、私はまあ、読んだ、こっちも失敗悪かったけども、まあ、みんなで共有して同じ空気を吸えると、はいはい、いうことが素晴らしいんじゃないかな。ああ、ね、はい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 、うん、そりゃね、まあ渋谷2000何百人の客で待っててもオープニング全てやもんね。オープニングはもう悩みの種やもん、うん、何すんねんと。今年はですね、文化期っていうのが、僕、最近、今年1年、ゆるキャラいうのを追ってきたんですけども、はいはい、地方自治団体によく発生してる、ゆるいキャラクターの着ぐるみ。はいはいはい、でそこで、広島の文化期っていうのをちょっと注目しまして、はいはい、ビデオ持って行ったんですけども、頭がもみじまんじゅうになってて、体が柿。はい、広島名産のあの、貝、はいはい、の柿になってて。もみじまんじゅうと柿。柿。はい、で、体柿。体かき。気持ち悪いやん。体かきやねん。はい。ほんで、手の部分が、手と胴のあたりにこう、ブルーのラインが入ってるんですけど、はい、手をこう広げた形が、はい、広島県のひらがなで、ひっていう、表現してて、はいはい、あまりにも、複合の特徴を入れてもうたために、何やさっぱりわからへんなってしまってるキャラクターっていうのが、はいはい、前回の渋港でちょっとスライドで見せましたんで、はい、それを広島県の人に頼んで、そのぬいぐるみ借りて、はい、ぬいぐるみ借りて、で、誰入れよういう話になって、まあ面白い人が入ってた方がええやろということで、大江千里さんに頼んで、大江千里さん入ってもろうって、はいはい、まあ、1分もなかったですけどね、入ってもろうって、はい、武道館でオープニング、文化企画で大江千里さん出てもらって、はい、まあ大江千里さんのファンからしたら、なんで入ってんやろっていうところですけども、まあそういうこともやりの、松崎しげるさんにスライダーズのテーマを歌ってもらいのとか、はいはい、割と豪華なことをやりましたんで、はいはい、はい、次はやっぱハワイやろうな、感じなんですよ。うん、ハワイ、うん、ハワイでオープニング何すんねんと。オープニングはジェットボートで出ていこうかな。あ、うん、もう単にもう単にもう海からやっぱり海からやっていくしかないやろと、うん、はいはいはい、ファイアダンスありの、ファイアダンスありの、はい、スターレジェンドの偽物プレスリーありのみたいな、あるでしょ、ゆるキャラね、はい、はい、全国各地ゆるキャラはやっぱいますか。全国各地で結構いろいろなとこ行きましたけども、はい、仙台にですね、ケヤッキーっていうのがいるんですけど、仙台ってケヤキの木が有名なんですよ。有名有名。ケヤッキーっていうやつで、うん、体が木になってんねんけど、手も木やねん。足も木やねん。どうやって走んねんみたいな状態のケヤッキーくんっていうのがいて、はいはい、この間もちょっと大会で、はい、木ぐるみが登場だったらしくて、はいはい、平面のデザイン画の時は割と可愛いねん。うん、デザイン画の。はいはい、それを立体にした時ものすごい無理があるね。 3D にすると、 3D にするとものすごい無理があるとこが面白いから。あれ自治体って結構そのキャラ作って着ぐるみ作ってんの。やっぱ作ってるんですよ。
だから確実にどっかの時代の倉庫には眠ってるわけですよ。はいはいはい、はい、それを一堂に会して僕は東京ドームぐらいで全国のゆるいキャラクターがキャッキー初めシルエット出てきて、はい、僕キャッキーって言った時にドカーンくるショーをやりたいなと前からは企画してるんですけども、はいはい、誰も乗ってくれる人もいずいずで、僕キャッキーっていう、うんキャラだよ。そうなんですよ。結構面白いね。ケヤッキーは、だ誰が考えてるのあれ、自治体の誰が考えてるの自治体の誰かか、そこの県で、募集して、デザインを。募集して。中学のなんとかちゃん。はいはい。まあ、頭の部分をデザインしてもらう。はいはい。みんなが、まあ、優秀作品を合体させて。させて。やってるんじゃろうな。これまあ、平面に描いてる分は、あんま違和感ないんやろな、きっと。立体が痛いんですよ。やっぱり人入りますから。はいはい。どこに切れ込みを入れて、覗かなあかんかっていうことになりますんで。はい、そうやね。妙なところにスリットが入ってて、はい。中はもう炎天下で活動しますから、はい。ものすごく苦しげな、はい。眉間にしわ寄せた親父の顔が見えてるんですよ。スリットの中から、可愛いキャラの中から。中に入ってるおっさんが、ものすごく怖い顔してるのが、はい、はい。そうですね。はぁ。この今年の夏もね、秋田行ってるんで、秋田国体いうの。はいはい。ワールドゲームスっていうのがあったんですけど、そこに出てきた、ナミー&ハギーっていうのがすっごいおかしくて、はい、ナミー&ハギー。秋田言うたらやっぱり生ハゲなんですよ。ああ、やっぱり生ハゲは一本通したいとするよ。どうしてもキャラは生ハゲにしたい。やっぱり生、秋田といえば生ハゲなんですから。はい。まあ、それ以外に他県の人間が想像できる秋田の名物って聞いたん僕らしかないよ。そう、あとハタハタぐらい。ハタハタぐらい。そのぐらい。魚ではね、ちょっとあれやから。魚ではちょっと弱いから。やっぱり、年中通して、生ハゲで行こうかと、はい、いうことになったみたいで。生ハゲのままでいいやんか。生ハゲのままでよかったんやけど、愉快なゲームズやから、はいはい、愉快な大会やから、はい、あれって怖いイメージがある。まあ生ハゲは一応子供にね。うん、泣く子稲川やから。そう、泣く子稲川やから。まあ、手には出刃包丁持ってますから。それではちょっと、この大会に。この大会には向かんと。秋田国体には向いてないやんと。出刃は。出刃はいかんやろと。出刃乱入したら怖いから、ね。怖いから。怖いから。だから、無理やり、まあ一体ではちょっと怖いやろっていうことで、はい、ナミー&ハギーって言って2体分けたわけですよ。ああ、はいはい。で、ナミー、ナミはもう NUMMMY って書いてあったかな。はいはい。アンドハギーっていうのは、ハギーっていうのは英語のハグっていう意味で、はい、抱きしめるという意味がありますって書いてあるんだけど、誰も納得せんよ。生ハゲやろと。生ハゲを無理やりプリティに言うてんやろって。で、キャラは生ハゲの生ハゲの、卵型してて足がついてて、はい、まあ目もクリクリのサンリオ系の可愛いやつしてて、はい、手にはもちろん出刃は持ってませんよ。ニコニコ笑いながら登場2体が登場していくんですけど、はいはい、もうやっぱりさすがに可愛くないもんで誰も子供近寄らへんで、はいはい、俺だけ近寄ってて俺に手振ってもらってるビデオを撮ってきたっていう、ね。はいはいはい。面白いですよ。なかなか AI 出してますね、うん。各自治体そんなやってたんや。あるんですよ。だからまあインターネットとかで調べれば検索したら出るんですけども。はい、国体がかなり緩いの出ますんで、あいいキャラ出す。各県いろいろ、国体の時はちゃんとその、うん、あれやねんね、出してんねん、キャラを。出してるんですよ。ご当地は。ご当地は必ず出してる。あ、で、秋田といえば生ハゲやろと思って、はいはい、でも生ハゲではデバ包丁やし。デバ包丁やし。スポーツを最低にふさわしくない。ないということで。でも、生ハゲだけは主張したいと。はい。その微妙な揺れた気持ちが、はい、無理やりなキャラクターを生んでいるっていう。ああ、生ハギ。ナミー&ハギ。ナミー&ハギになる。はい。ああ。まあ、辛いキャラですね。それが中央にやってくることは決してないわけです。ない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 。で、はい、僕がそのスライドショーとかで、で、いつもこう、頼みますと、ああいうて読んで、はい。中央でデビューさすっていう僕が、まあ、タレントキャラバンみたいな、はいはい、ホリプロみたいな役です。ああ、全国時代のぬるいキャラを、ゆるキャラタレントキャラバンっていうのを一人でやってますんで、はいはい、それを紹介する今は役です。ああ、仕事です。仕事、はい、なるほどなるほど。結構大変なコーディネートですよね。そうですね。一応電話前の日、まあ1週間ぐらい前から電話しといて、はい、着ぐるみがあるのかどうかっていうのをやっぱり確かめなきゃなんないんですよ。だってことは自治体の広報からかける。広報にかけるでしょ。はい、でまあおっさんの声じゃないですか。はい。ずっと痛い。そうですわ。はい。で、もしもし言うたら、すいませんけど、ナミー&ハギーの、着ぐるみ出ますかって、やっぱり聞くわけですよ。はいはい。って笑わはるわけですよ。はいはい。何しに来あるんですかっていう。いや、ワールドゲームスってこういう大会があって、こういう種目あるんですよって説明したんだけど、僕そんな興味ないから、すいません、着ぐるみは何時何分に出るんですかって聞かれると、まあ適当に出るんちゃう、来てくれたら、大通りとか練り歩いてるよってガーン切られたりするんですよ。それしつこしつこ電話して、はい、先日もかけたもんなんですけど、はい、ナミー&ハギーが、何時に出る。ナミー&ハギー。
問い合わせしてるのはあんただけやな。俺だけやと思うわ、多分。俺だけ。日本中でたった一人や。多分。しつこいな、これは。これ何やねん、こいつは、と。多分、捕らわれた人もいろんなまちまちの人出会いましたんで、はい、多分飲み会で、なんか最近気持ち悪いやつがかかってきてるっていう話になってると思うんですよ。なってなってる。で、それが同一人物やとは思ってないとは思いますけど。いや、同一人物だ、思ってない。喋ってたらそんなやつ何もおらんから、なんかあれやろ、何やねん、あの波屋の萩に異常に集中するやつ。それも着ぐるみね。着ぐるみオタクちゃうかとか言って、変なやつ、そんな世の中には、とか。前の日にね、11時に出るとか、もう割と捨ててるんですよ。あ、11時出るよ出るよ、多分11時ぐらいに出るとか、なんとか広場のとこ出るって言われたから、あ、どないどないしようって言って、11時が待ってたよ、炎天下で。けえへんねん。ほんでけえへんねん、萩。いろんな大会始まってんのに、けえへんちょっかいなと思って、係員の人に言ったら、今日出へん出へんって、あっさり。一泊自引きって言ってるっちゅうねん、俺。自腹で遠くまで行ってる。仙台まで行って。秋田まで行って。はい、ね。もうアクセスの悪い東北新幹線乗って秋田まで行って。行った。それで、11時からもう1時間近く待ってましたよ、炎天下。炎天下、朝も早起きてるから、こっちは。なんか証明してはるおっさんに聞いたら、もう出へん出へん、今日は出へん、出へんとか言われて、もうふて寝ですよ、その夜も。へぇー思って。で、ふて寝。どういうことや。どういうことやと。波&ハギの着ぐるみ見に来たのにと。えらい怒ってるわけですよ、俺も。また電話入れて、昨日、約束で11時に出るって聞いたんですけど、はい、出なかったんですけど、って明日は何時頃、10時頃ってまた言われて、また11時、俺。ホテルは10時ぐらい追い出されてるから、はい、そこ近く大会のとこに近くやから1時間時間潰してなあかんねん。はいはいはい。査定入って、はい、時計見て、もう何じゃろ何じゃろと思って行ったら来えへんし、また来えへんわと思って、もう怒ったと思って、テント小屋があったんですよ、はい、テント小屋にちょっと言いに行ったろう思って、もう俺昨日も見に来たんですけども、ナミー&ハギーがって言ったら奥の方におんねん、ナミー&ハギー待機しとった、やったーと思ってビデオ撮って嬉しかった言うんですよ。大変な努力ですよ。それさ、テレビ局の、いわゆるなんかどっかの架空の局の名前で、言った方がいい？ BS とか CS とか言うて、はいはい、どうしてもちょっとその、ナミアンのハギを含めて、取材したいんですけども、うん、っていうことを言うたらもっと丁寧でした、対応が。小さい手持ちのハンディカメで、俺。画面。かまへんの、その。だって、つまり、ナミアンのハギのとかを、例えば僕がやってるラジオとかで、うん、ちょっとしたミニコーナーで紹介したいんですと、うん。できることならビデオも収めて、一応その状態を、他のやつに見せて、喋りたいと。はい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 。っていう番組でやりたいんで、言うたらもっと丁寧に、コンセプト丁寧に、あ、それ取材ですかと。はいはいはい。ただの、変なやつだと思いますからね。そうやね。でもそれは盗み取りやないで。ちゃんと電話して確実に言ってんねんから、俺は。でも誰取ったやろ、誰取ったものすごい。だから炎天下やから。暑いもん。うん、ものすごい暑かったから。これやろ、暑かったから、やっぱり10分も持たへんわけですよ。そうやな。もう俺も10分必死で追いかけて、そしたらもうすぐまたテントに避難して、もう脱いでしもてるから、何してんねん、あおーと思って。まあまあビデオ収めたから、まあ、ニコニコで帰ったっていう。なるほどね。はい。木の実奈々さんで東京機関坊娘。はい、今日は三浦淳さんがお相手でございます、はい。お願いします。この間ね、はい、そう言われては、原人の発見された、ほら、捏造疑惑あったじゃないですか。はいはいはい。あの町の取材に行った時に、はいはい、もう結局原人はおらんと、はい、でも捏造やったいうことがバレたんですけど、はい、町の人らって意外とあれやね、いっぺんあんのでやると、村おこしなんだよね。秩父原人チプみたいなことでしょ。そう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 。でしょ、うん、はいはい。だから原人の酒とか、原人饅頭はもちろんのこと、はいはいで。今まであった郷土祭りに、原人綱引きとか。あ、原人綱引き。はいはい。で、原人の綱、格好して綱引きみたいなするとか、原人大運動会とか、はいはいはい、原人マラソンとか。はいはい。何でも上に原人つけていくっていう。そうそう、仮想大会しながらやんねんけど、はいはい、そこの候補の人にどうするんですかと、はい、こう熱をやってることがもう確定したら、はい、カッパの町っていうのは全国にあるけど、うん、カッパおらんやろと。うんうん、うちは、もう原人の町のままやっていくと。なるほどね。カッパおるんかと。他の町にと。あんたそんなこと言うけどと。言うけど。言うけどと。なるほどなるほど。うん、カッパの町もあるし、桃太郎の町はどっかわからんでしょと。理にかなってる。理にかなってる。あ、それは理にかなってると。うん、原人の町は原人の町やと。ああ。はい。もうやっていくと。やっていくと。このままやっていくと。と。広島県にヒバゴンって昔言って、はいはい、浜村淳さんが大阪で一気に有名しはったね。あ、そうなんだっけ。そうそう、浜村淳さんがヒバゴンっていうのをニュース見た時に、それを面白おかしくラジオで喋って、はい、みんなが怒りももうヒバゴンが見つかるからね。はいはいはい。蝶々が着ぐるみ着てたら噂もありますけどね。あ、なんかそれもインターネットでちょっと見せてもうたら、はい、
あの、ヒバゴン丼っていうのだけはまだ残ってるって。あ、ヒバゴン丼ぶりが。丼、うん、はいはい。ヒバゴン丼って書いた丼だけはやってますよって書いてあったけど、はいはい、だんだんそういう、ね、そんな、捏造はまあ、ようないかもしれんけども、夢ないじゃないですか。はい、いないじゃないですか、いても。いても。いても、そんな、正確なところなんてどうでもいいじゃないですか。はいはい。ねえ。街はガッと盛り上がってますからね。ねえ。でも、そうやっていかな、そういう、前僕何でも回ってた、とん祭りみたいな、はい。記載みたいなのが生まれないわけですよ。そうやね。あれももともとそんな、ここに竜がおったとか、はい。竜がおったから竜の祭りやとか言うてるわけですから、でもおるわけないわけで、はい。でもそこをいちいち、つくやつが最近多いから、はいはい。さようないなと思うんですけどな、ほったらかしにしといた方が面白いことしちゃうんだけどね。そうそう、だからあの、まあ、原人ラーメンとか、まだあったし、うん、原人饅頭とか原人の酒も、捏造して、これあかんかったんちゃうかなって言った時の方が売り上げがグッと伸びてるんでね。ああ、そうなんですか。もうレアもんなのか。あ、はいはいはい、そういう饅頭が行くからね。そう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 。だからもう7000万年前の古代ロマン、原人の酒とか。うん、はいはい、はい、酒自体は飲ませてもらったらうまかったんですけど。はいはいはい。でもやっぱりもうレア物で日本全国から注文が殺到したらしくて。あ、ほんと？酒蔵も酒蔵もさんも大喜びって言ってましたから。うん。僕ずっとこのままでやりますって言ってましたから。俺この間青森県行って、はい、あこの太宰治の太陽館へのとこ行って、はい、はいはいはい、金木町っていうとこですけど、はいはい、そこ太宰治っていうのはもともとその津軽が嫌いで、はい、でやってきたのに、もうあっちではもう大盛り上がりなわけですよ。はいはい、もう太宰太宰ってことで、ね、太宰が来たよと。あの茶葉館だって太宰あの家嫌いで嫌いで飛び出してんのに、はい、もうこっちも嬉しい嬉しいことになってしまって、はいはい、でこのあの津軽のこう寂しい風景とか嫌いで東京出てきたのに、あっちのもう村はもう太宰で盛り上げようってことになってるから、はいはいはい、いきなりもうジェームス・ディーンみたいな太宰の主力の写真がバーンポスターで貼ってあって、その横にピザ宅配太宰っていうのがあって、なんで太宰がピザ宅配せなあかんねんみたいな店まで、こんな村やから太宰は飛び出したやろなっていう感じは分かった。分かる分かる分かる。さあもうしゃあないわ。しゃあないよね。太宰の生まれたとこで太宰は別にその町が嫌いで捨ててんのに。そうやん。うん。その村の人はもう太宰ラーメン、太宰ピザ、ピザ、太宰コーヒー、いろいろ出してた。いやもうすごいおもろかったそれは。な。はあ、うん。もう人間失格なんかも。そうなんですよね。もうだからそういうのってあんねんな、ね、やっぱ何かで起こさなあかんと思うと。ああ、だから、地方自治団体のそうやってキャラクターをこう出したりなんかいろいろしたんやったら、一回相談来てもらえるとね、うちは。ああ、はい、はい。いろんなこと考えてあげるんやけども、はい、その博物館でもゆるゆる博物館建ててしもて、はいはい、何でも見に行けへんようなことになるんで、はいはい。で、それは一応あの、セーリンド・ガロ村みたいなやつを作ってもらって、はい、美術館とか、はい、根本館とかいろいろあれば、はいはい、それなりに前には来るから、はい、あの、地方の人ってマニアのパワーをちょっと知らんから。知らんねんね。うん。あの、中央に、中央で流行ってることをそのまま受け入れてしまって、はい。プーって笑われることをしてしまうから。だから、なんとか銀座っていうのは全国に広がったのと同じで、はいはいはい、まあ、結局、なんか派手なとこを作るんやったら、面接するとやっぱり銀座やろってなんだよね。ほなもう、なんとか銀座っていう名前を各商店街につけてもらうから、はい、全国に銀座があるからね。そうでしょうね。ああ。そういう発想をやめて、新州高円寺とかね。はいはい。なんでもなく高円寺あんねんみたいな。ああ。なんでもなく大木久保あんねんみたいな。ああ、はい、はい。そういうことをしてた方がマニアは行くと思うけど、ね。マニアを集めない意味ないでもね、うん。そうですよ。博物館はマニアが行くんですから。はいはい。一般のやつに、新潟のところにあったトンチンカンとかね。はいはい。あと、親父がよくかましてるわけですよ。はい。博物館の館をつけて、トンチンカンって笑えへんもんね。なん。あんまりおもろない。おもろないねんな。親父はこれで、やったーっ、うん、思ってんねやろけど。ね、考えた時にはトンチンカンは入れて、まあ、多分車座でグイ飲みで酒飲んだ時に思ったよね、うん、思ったんでしょう。だからそれはちょっとね、一応うちそういうあの、ホリプロスカウトキャラバンやってますんで、はいはい、言うてもらうと、博物館建ててあげられるのになぁと思う、ね、だマニアの博物館だったらよな、うんうん、マニアの人もほらもう物を置く場所あらへんから困ってるわけですから、はいはいはい、はい、でも確実に寄贈なんとかさんって書いてあったら嬉しいわけですから、はいはいはい、寄贈してもいいんですよ。僕も寄贈したいんですけど、はい、あのエロスクラップなんで僕死んだ後どうしたらいいのか分からへんから、あれも寄贈するとこの先を見つけてるんですけども、はいはい、秘宝館もどんどん潰れていきますし、そうやね、ちゃんとしっかりした地方自治団体が守って、足のとこに赤いなんかタオルケットでも巻いたおばさんが管理しておいてくれな、はい、パクられたりするのも嫌やから、はいはいはい、ちゃんとやってくれるんだったら全然寄贈してもいいんですけどね。ああ、もう100冊超えましたもんね。109冊になりましたね。めっちゃ増したから、ね、さっきまでやってたんですけどね。あ、そうですね。今日も。いつでも時間が明けさえすればやってますんで。EJ を。EJ を。はい。エロスクラップやってたんですけど、あれもほんま死んだら奥さん、
いらっしゃりと。いらんでしょ。燃やしたでしょうね。そうでしょ。みんな、こう、マニアの人って、うん、その人を一生懸命集めたもんって、遺族って結構火事ないから。いや、ないね。すぐに亡くなってしまうんですよ。ないない。うん、いや、遺族気づかんよ。うん、気づかん。だって、ナイトスクープで来てたね、戦艦ヤマトの設計図、ほんまもやってんで。うん、それもだから、その、お孫が、おじいちゃん死んだ時に、うん、わしは戦艦ヤマトの設計図書いたんやって、青写真持ってるね、うん。持ってて、孫に自慢してんけど、死んだ時に、なんかこれおじいちゃん持ったやつやなぁ、言うて、その、言うたら、息子の嫁はんが、うん、もう一緒に燃やしたろ、ってポンと燃やした。で、燃やすって言うから、うん、孫が、それ待ってたと。うん、それ待ってと、うん。これおじいちゃんや、戦艦ヤマトの設計図で言ってたで、っていう時に、そんなわけあるわけないやろ。うん、で、実の息子のおやすさんも、うん、なまたもうそんなな、うちのおじいちゃん拭いとったんや。うんって言ってたから、うん、でナイトスキューブで一遍出してみるって言って、うんうん、実際にクレの方の、うん、そういういわゆる海軍の博物館行った時に、うん、ヤマトね、うん、働いてあった人も残ってて、うん、見てたら、これほんまもんやから。あっさり。あっさりあったんや。あったんや。でこれほんまやったらね、軍事機密やから言うて、うん、アメリカ軍が日本に占領した時に、うん、全部燃やされるって言ってたよ。あ、はいはいはい。だからそれをみんな、おのおの、もう処分せよと、おじいちゃんはこそっと自分書いたもんやから、こそっと持って帰ってたよ。それが、千賀山との設計図、そのまた呉の海軍博物館みたいなのがあった時に、抜けてるとこいっぱいあんのよ。それがね、そいつが持ってるんだけどね、7ページ、7枚ぐらいの及ぶんかな。抜けてるとこほとんどこいつ入れるんで。すごいね、それ。すごいね。買い取りたい。ねえ。よかったな。博物館さん、寄贈してほしい。あれ、博物館で寄贈したら何金はくれへんの、やっぱ。くれへんで。あれ、寄贈っていうのは。寄贈っていうのは名誉やね。名誉だけくれはんねん。くれはんねん。でも、いらんな名誉。ねえ、元、ヤマトで働いた食事を作ってはる人が、うん、それぞれこれほんまもんやからと。うん、でその博物館に行く前に、そのおっさんに大手で、うん、これ、俺の見立てではこれどう見てもほんまもんやと思うで、うん、おじちゃんが言うねやんか。うん、そうですかー言うて、さあ、でもなーって。これ向こうが言うたら博物館今こんな欲しがるで、うん、大和の見つかるに見つかるに言うとったから、うん、200万渡しよんでってそんな10億の楽器入れ知恵するとかいいね向こう言ったら寄贈は嫌ですわきやった寄贈は嫌やなやっぱそう寄贈ってそうやな寄贈って名誉かそうエロスクラップの場合名誉もあれへんやん笑われるためだってにも笑われてもあおちゃうわこいつっていう、うん、まあでもでも純ちゃんが死んだ時に棺桶の中に、うん、燃やせりゃええわいや一緒に燃やそうって言っちゃういや、俺は後世に残したいんやけど、そういうのは。ああ。だって、23年間もうエロの歴史が全部わかるから。そうやねんな。言うてもらうね。博物誌はないわけやから。そうやな、ね。昔の日活ロマンポーノの。何でもありますよ。谷直美の時代から池田英子から全部ありますんで。あるんで。貴重なんですけどね。そうやんな、うん。これは、いわゆる日本の、いわゆるエロの歴史を。そうですよ。いっぺんに見れるわけですよ。抹殺されがちなエロの歴史をいっぺんに見れるわけですはいはいはい。重要な文献なんですけどね。そうやね。昭和の初期の頃のカッソル雑誌がなかなかね、うん、見つからんのと同じで、はいはい、やっぱりあの手のもんは大体保存されんまま終わってどっかで燃やされていきますから、エロなんてもんは。うん、まあこういうラジオでよう訴えかけてんねんけど、一本も電話けんやけど、どっかの村からね。はい。平村淳記念館。建てたいと。はい。うんやったらもうごっそり持って行ってもいいし。全然欲しいんですけど、それ。ねえよ。で、ちゃんとここでうちで管理させてもらいますと。うんうん、うん。はい。年2回ぐらいはチェック行くけどね。はいはい。何してるか分からへんから。分からへんから。うん。そんなもんでいきなりオナニーとかしとったら嫌やからね。自分がせっかく作ったエロスクラップで。うん。それちょっとだらだら。でも例えばまあ今まで集めて、嫌げもんであったりとか、ラホールでやりましたやんか。もういらん。もういらん。あれはもういらんねんけども、うん、いらんけど戻ってきてくれ言うてあげんのも嫌、悔しいから、せっかく貯めたもんやから。はいはい。もう今、事務所3部屋あるけど、2部屋潰れてしもてるから。潰れてるよな。潰れてる。どんどんなんか、あ物置になってるよね。物置になってる。ああ。しょうがないですよ。ああ。寄贈したいんですけど、本当に。はいはい。でも、三浦淳記念会の建ててくれへん限りは、あれは、最後はもうなんか、ガラクタで終わんねやまあ多分ね。ああ。まあ、ね、だってあれ、喋りがあっておもろいからね。そうやね。喋りないと単にガラクタやからね。そうやね。喋りも残していけなあかんねん、俺の。じゃあ、純ちゃんの、勝った時のどういう状況にあった、この土産物なのかというのがあるじゃないですか。ことがわからないね。そうやね。もともとこれはヤシの実でできてて、わかるからって。そうそう。見たまんまやから。そうやね。そうやね。だから、言うてたら、ヤシの実できてることもわかってんの、ね。解釈やね。どんな状態で、どんなおばはんが売ってて、どんな店やって。はいはいはい、そうなんですよ。あこの間、先週か、ここの番組ですわ、花丸マーケットで、はいはい、花丸伝言前ので、天狗の山、今、日本一長い花の天狗探してるんですよ。はいはい。それ今、
僕のライフワークなんですけど、はい、で、それで、小樽にあるって、ほんで、小樽まで飛行機飛んで行って。自腹？いや、それは、TBS でした。お金もらって。はい。行って。で、まあ、天狗山登って天狗見たんやけども、小樽ってなんか思い出あんなと思って、僕一回も行ったことなかったけど、小樽のマイカルっていう、デパートあって、はい、ちょっと倒産しかけたんちゅうだから、はいはい、そこの中に、吉本記念館があんねん。あるある。吉本お笑い館みたいなのがあるでしょ。はいはい、でこの向かい側の建物が裕次郎記念館やな。はいはい。で、その前からに入ってんのは、吉本館と、石原軍団館みたいなのができたんやけど、はいはい、石原軍団館はもう、シュッともう、撤退しはって、はい、亡くなってたけど、前からちょっと寄って、ああ言うて、ロケバスまたわざわざ行ってもらって、はい、行ったら、9時までやってるよって、夜の9時までやってるよ。ああ、大丈夫や、ってバーッと入っていったら、もう閉めとるんですよ。はあはあ、もう4時ぐらいでしたけど、もう4時ぐらいから閉めとる。吉本記念館。はい。正直やばい状態なんですよ。僕、その吉本記念館の中に、明石家さんまさんの部屋があるんですよ。はい。その明石家さんまさんが、ロボットみたいになって寝てる手術台みたいなのがあって、はい。作ってあるんだけども、それの裏の幕を開けたら僕の部屋があるんですよ。ほうほう。作ってあるんですよ。でも、秘密の小部屋とか書いてあって、はい。どっから入るのかどっこにも書いてないから、はい。誰も見てない部屋なんですよ。ああ、ほうほう。それを、もう4年ぐらい前かな、なんか、吉本の人が来て、はい。吉本の記念館作るから、タレント一部屋一部屋あんねんやった。三浦さんも一部屋ここにね、作りたいんですけどって。俺、吉本のタレントやないのに、三浦淳、かっこ、吉本タレントって書いてあんねん。もう勝手に入ったことになってしまって、で俺設計した、ジオラマ。はいはいはい。お笑いトラのああいう僕が考えた設定のジオラマがあって、はい、そこで VTR 自分が喋ってるの流れてんだけど、多分誰一人見てない小部屋があるんですよ。じゃあもうそろそろ、さんまさんの部屋の裏に。さんまさんの部屋の裏ですよ。はい。でもうそろそろしたらちょっと潰れそうやから、はい。ぜひとも小樽行った人は、はい。さんまさんの裏の、カーテン開けても、裏。うん。一個ありますんで、俺の部屋。見てほしいなと。ああ、ね、天狗の穴見つかったのね。天狗の穴、まあもともとその、北海道に天狗伝説なんてないんやけども。ないやろ？特徴をつけようと思って、いきなり天狗面をなんか仙台とか集めて、はい、展示してはるんですよ。はいはいはい。で、そこの大きいまあ点はあったんですけど、そこは、なぜなぜ天狗とかいう天狗で、鼻をなでたら、はいはい。うん学業成就とか、はいはい、恋愛成就、はい、子宝に恵まれて、何種類かあって、撫で方が違うって書いてあって、その館長が撫でてくれはんねんけど、うん、単なるエロやねん、はい。この先をね、こう柔らかく、この溝のあたりをちょっとこう触ってもらって、こうやると、こういい子宝にって。それ断根進行やねん。そうやねん。もう単なるエロやしの山やねん。絶命やねん。花丸と、その朝の番組が困ったと思う。それは避けたかったけど、もう、結局そういうことやってるね、その天狗は。みなとゆういちと、うららあすか、騙されごっこ。北野誠の、世紀の雑談、こんな夜中に誰聞いてるの？さあ、ということで、今夜は三浦淳さんを、よろしくお願いします。はい。やっておりますけどもね。はぁ、天狗は、結構おもろいんですか？天狗は面白いんですよ。うん。逆を言ってもあれなんですけど。でもね、北海道なんかほんま天狗のやつはないでしょ？ないんですよ。青森、が最北端かな。岩木さんいうとこは、ちょっと天狗の伝説があったりして。あ、京都多いでしょ？京都クラマーとか。クラマーね。うん、いろいろありますよ。天狗の由来があるとか、いろいろあるんですけども。うん、ね。ほー。天狗って一応、要はね、うん、天狗とかね、なんか雑誌で読んでんけど、だから天狗探索の旅とか言うて、はい、倉間の山とかずっとこう、延、は、々、い、歩いて、帰ってきた、初めて参加した人が、天狗言いませんでしたかねえ、気づきませんでしたかとか言われるんですね。その割と旅慣れてるおじいちゃんとかが、はいはいはい、あそこにもあそこにも今日は結構天狗によう会いましたなとか言うて、おばちゃんとかおばあちゃんとかが、そうそう今日はありがたいことで天狗3回ぐらいで顔出してやったかなとか言って、初めて参加したその天狗を探すツアーに参加したルポライターは、どこにおったんやろ、うん、それは天狗は見るもんやないと。感じるもんやんと。まあ、言霊っていうのも天狗のことだったりするわけですよ。はいはい。言霊とか、もともと中国から来た時は、はい、稲妻が天狗って言われてて、はい、天の犬ですから、はいはい、稲妻のことを天狗って言うて、現代史さんがいろいろこう、いろいろ中央集権を追われた人たちが山にこもって、天狗やって言われたり、なんか、はいはい、まあ言葉はどんどん変わっていって、大変ですが変わっていったみたいなんですけどね。うん。うん、ねえ。
で、あれなんか不思議で、なんか、ああ、今日は、例えば、ちょっと歩いてて、ササラがゴソゴソってしたとかさ、はい。あ、手縫いやるわっていう。あ、手縫いやるわっていう形でなってて、はいはいはい、何のこっちゃらみたいな。天狗信仰は一体何やねんというのが、そのルポライターが書いたことですけど、はいはい、へえ、そういう風に感じるもんなんや、と。うん。うん、天狗って、まあ、キャラとしては長髪で、はい。ひげ生やして。ひげ生やして。あの、下駄とか履いてる。肩下駄履いて、うん、鼻が伸びてて。うん。割とほんで山にこもったりしてる感じって、まあ、資源道の人もマーティングと言われたんだけども、はいはい、まあ、その感じの思想の感じって70年代のヒッピー思想にちょっと似てんねん。ちょっと割とロック的な。つまり、世を捨て、はいはい、山にこもって。山にこもって。いろんなもう、多分もういろんなことして薬作ったり、はいはい、したりしたって、はい、まあ自給自足しはるっていう感じが、まあ、ウッドストックとか、ああいう感じに似てると思って好きやねん。ちょっと、天狗ファンやねん、それ。あ、なるほど、なるほど。天狗はロックンローラーやと思ってんねんけど、ね。はいはいはい、はいはね。ちょっとあの、あ、そうか、ヒッピームーブメントに近いと。そうですね。動きが。でもあんまりこういう話をキャバクラでしても全然ウケない、ね。ああ、まあまあ、それはウケない、ね。全然ウケない場合がある、ね。ああ、キャバクラとかでやってもその話ウケへんわな。ウケないですね。はい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 。そうやね。この間ね、あの、あれ言ったんですよ。あの、キャバクラではないんですけどね。僕最近デブに興味あんねん。ものすごいデブが好きでしょうがなくなってきて、おデブやデブデブってこう思って言ってたんですよ、はいはいはい、でもデブっていう響きがなんか良くないじゃないですか、はいはい、僕はもう好きなわけですから、あの否定的に使ってないからデブを、はいはいはい、まあ、良くないなと思って、日本語の濁音っていうのはとっても悪い時に使われる場合があるから、ね、濁音はね、テフでも言えないかと、あ、うん、テフ、テフちょっと鼻毛出てるで、でも鼻毛出てるやんぐらいでもいいやんと思って、あの一応、あの若い者にもちょっとアピールするために、まあピッグ、ブダン、ピッグをピギーとか呼べば、それ生ハゲの、うん、まあナミアンドハギーと同じ発想なんですけど、ハギー近いな。あの子ってちょっとピギーやねとか、いけるいける。ちょっといけるでしょ、いけるいける。ピギーやと思う。ピギーいけるでしょ、うん。あの、字面書いたら豚ですけどね。はい。でも、一瞬響きはわからないから。ちょっとピギーやね。ピギーやね、とか。うん。で、それをちょっとある雑誌社に頼んで、どうしてもちょっと、あの、ピギーがたくさんいる、ピギーズがたくさんいるとこを、はい、連れてってな、言うて、あの、取材行きたいから、言うから、はい、どっかのとこで、圧迫死っていう店があると。圧迫死。調べてな、まあ、圧迫死やね。圧迫死。でも圧迫死の場合は、100キロ以上が少ない。あ、っていうことで、宝満族とかいうところの店、はい、日暮里かな、どっかも行きました。日暮里も行きましたか。行きましたわ、はい。そのお姉さん、なかなかええ人で、いっぱいやはりました、ビギーたちが。で、あの、右と左におっぱいガー寄せくれはって、はい、顔ぐちゃーやられるんですけど、気持ちいいんですよ。はいはいはい、なかなか、なんか、安眠枕みたいな感じで。はい、あ、なんか、帰ってきたな、ここにという。そうそうそう、帰ってきたな、ここに。なんか、安住の力。そうなんですよ。はい、で俺は、巨乳が好きなんやないなって思って、ピギーが好きなんやと。はいはいはい、はい。で、巨が好きやったらもう腹だって、ケツだってどこでもええやないかって、はいはいはい、巨の出方が。はいはいはい、全体が巨であれば、好きなんちゃうかなと思って、ほうほう、今はその、ピギーな写真集を買い集めてるわけですよ。はいはい、小島真由やったかな、なんかっていう子がいて、で、それ、102いう写真集やね、はいはい、で、オーラアンナいうのが101いう、あの、写真集だったんです。いろいろ、あの、数字で、この、ミツルみたいなもんで、102とか101っていう写真集が結構出てて、はいはい、そこをちょっと突き詰めてみようかなと思って、今、グドウ。札幌にホルスタインっていう店があります。あ、あります？あります、あります。札幌にホルスタインっていう店があって、うん、そこも、最低8キロやったかのかな。あ、やっぱり。うん、あ、行きました。行きました、行きました。で、どうです？いや、あのね、僕はピギー結構それなりに好きだった。そうでしょ、ピギー。あれ、ご陽気なピギーはええんですよ。ああ、はい、ご陽気なピギーです、ね。で、ご陽気なピギーのええとこはね、うん、あの、男に冷たくない。ああ、はいはい、そう。技を知ってるから、はいはいはい、男に偉そうに言うてもしょうがないから、はい、ご陽気に来ていこうよっていう、はい、そういう可愛さはありますね、うんうんうん、ピギーは。うん、うん。陰気なピギーは困りますけどね。陰気なピギーは困りますけど、でも、うん、でもあの、ピギーと出会おうと思ったら、電気サイトに行けば。あ、ピギーは。ピギー、山のようにピギー。あ、山のようにピギー。はい。あ、ピギーだらけ今は。ピギーだらけ。なんかピギーだらけです。はいはい。ちょっと小太りですけど、いいですかって書いてあるね。はいはい。狙い目よ。あ、狙い目やね。あ、すぐ会ってくれはるらしいよ。あ、こんなすぐ会ってくれはるの。はい。ピギーの文句はすごい広いねんね。あ、だからね、だいたい電気サイトの登録してる女の子みたいなね、ちょっと小太りでもいいですかとかね、はい、大概大太りなんですよ。ああ。はい。90キロぐらいは推定ありますから、みんな。ああ。はい。なんか、エッチとかそういう対象ではないんですよ。いや、だから、エッチしてもいいですよ。あの、フィギュアとして好きなんですよ。でもね、うん、エッチしてくれってなりますよ、向こうは。やっぱりなりますか？はい。ああ。でも、
ああいうピーな人って、バックって届かない場合があるでしょ。多分。うん。どう考えても。体位的にかなり難しいとこいっぱいあるんですね。そうでしょ。はい。ああいうのはどういう体位が一番望ましい？いやー、どうでしょうね。潰れるかもしれません、ね。潰れるかもしれませんからね、あれ。はいはいはい、はい。もうだから一番向かい合うって座ってるのが一番ベストなんでしょうね。ああ、在的な。はい。在的なもの。向こうがこう太ももの肉をグッと上に上げて、はいはい、入れるっていうのが一番ベストでしょうね。正常が届かん場合はやったららしいですよ。あるでしょうね。はいはい。もうだから言うてみたら中に入れてるようで実はスマタやったりのようあるらしいですよ。ああ、なるほど、ね。はいはいはい、はい。ピーの魅力の一つですね。ピーの魅力の一つですね。いいですね。はい。それはようあるらしいですよ。おー。おー。ピーに今興味がある。今一番。いや、出会い系サイト見たらいっぱいありますよ、ピーは。うん、でも、ピーやないとあかんっていう男いっぱいいますからね。あ、そうですか。僕ね、はい、ピーやないとあかんっていうわけではないんですけど、ピーにちょっと興味が出てる、まあ、京都府生まれの高校生って感じだし、今のところ。ああ、うん。なるほど。ピーってちょっとあの、観音様に近いでもないですか？あ、近いですよ。すんごい優しい人でしたよ。ね。みんな。みんなね。あの、なんか、あの、地方から出てきたね。はい。感じがね、いいんですよ、なんか。純朴な。うん。あの、東京駅に着いたらへんな、上野やなって感じの人なんですよ。日暮里芸人。この日暮里芸人。なんかホッとする空間で、はい、独特な、ピー独特な匂いっていうんですか。はいはい。なんか、とろけさすような匂いがあるわけですよ。ほう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 。もうすぐいい匂いすんねえ。いや、脇がね、バーンやってんねえ言われて、もうシューンとしたけど、まあなんかいい、こう、落ち着きなミルキーな匂いしましたね。ミルキーな匂いがしましたよ。ほう、僕もホルスタイン店行って飲んでたけど、ちょっと飲んでましたけど、ただ、あの、かなり、可愛らしいって思いましたもんね。可愛らしいよね。可愛らしい、可愛らしい。ね。はいはい。可愛らしい。で、やっぱり今ほら、あの男は、痩せてる女が好きやと思いすぎてるから、女の人が。はいはい、はい。その、雑誌の女性誌とかでもやっぱり痩せることばっかり考えてるけど、はいはい。太れば太るほど好きな奴がいるっていうことをね、はい。アピールしていったらな、その人は、それが特徴やからね。はいはいはい。いうことやと思うんですけどね。ねえ。もうん、ちょっとピギーに興味が。うん。あの、はい、僕の研究、まあ多分次、来た時にはもうしっかりできてると思います。わかりました。うん、はい。都市堂々ハッピーアンドブルー銀座八丁光の祭り。北野誠の世紀の雑談。ま、ぼちぼち行こうか。さあ、47回目の雑談のお相手は三浦淳さんをお迎えしてお送りしました。はい。でしたね。はい。何やねん。アウェイじゃないんですね。はい。なんですね。あれ。8丁7丁かなり行ってますから、はい、とじゃほらあれ入ってんのじゃほらあれ入ってるかなあれ、はい、よくわからないですけどもね、はい、幻の名盤解放歌集でございますけどもね、はい、Eメールアドレスは雑談アットマークベスト .tbs.co.jp でございます。雑談のツアー TSU ですのでお気をつけてください。次回は2002年1月27日日曜日放送、放映で放送ですね。はい、ジョーさんは2002年のテーマはピギーですか？今ピギーですね。あ、ピギーや天狗かな、まだ。あ、天狗は、天狗は意外と長いですね。かなりありますからね、まだね、かなかんとこね。あ、ピギーちょっと流行らそうと思って、はいはい、ピギーズっていうのをちょっと組んでもろて、はい、プロデュースしたいなと思って。ああ、うん。で、女の二人に。うん、やって、あ、わかった。さっき間違った、小泉真由っていう子なんですよ。はい。AV の子なんですけどね。はい。太ってるんですか？太ってるんですけど、可愛いんですよ、それ。逆に。バスト100人、はいはい、その人と大浦アンナっていうので組んでもらってピギーズっていうのをちょっとやってもらいたいですね。勝手に希望を出してるだけのことで何をするわけ、まだ具体的には動いてないですか？動いてないですよ、言うてるだけですけど。あ、うん、でもちょっと面白いかもしれませんね。ねえ、やったらトライアンドできますよ。あ、ぜひともお願いします。待ってますわそんなネタ思いっきり探してますから、はいはい、でもちょっとピギーっておもろいかな。ちょっと面白いでしょ、響きは。ちょっとやってみようかな。軽くだるでしょ、気持ち。あ、ね、ちょっと前の熟女部分は失敗しました。はい。熟女がちょっといけなかったってことが分かりましたんで。はい、はい。ピギーならちょっといけるかもしれない。ああ、うん、なるほど、なるほど。ちょっと仕掛けてみますか。うん。ちょっとな、あれやね、2002年はちょっとピギーでいっぺん。はい、ピギーの時代って。トライトでちょっと仕掛けてみようか。はい、お願いします。はいはい。ピギーの時代ね。はい。めめ三浦淳で、はい。はい、よろしくお願いします。わかりました。はい。本日のお相手は私、北野誠と。あ、三浦淳でした。はい。それではまた次回お会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。さようなら。北野誠の世紀の雑談。この番組は TBS ラジオ
北野誠保存会の提供でお送りしました。